挨拶。皆さん、これ始まって見えてましたら、なんか、反応していただければ。あ、来たと。リンスラ、U ターンチャンネル、来来た。た。分際だ。始まったと。始まった。はい、こんばんは。どうも、皆さん、フリアです。ついに今日のゲストは、こちらの方。はい。怒らせ方の影の立役者ですね。受け身シーン、寺門さんです。とんでもないです。寺門和弘ありです。がとうございます。来てしまいました。いやー、捕獲しました、寺門さん。はい、捕獲されました。もう来てますよ、ロミさんから。あららら膝の治療費に当ててら。あくれ、だすさみません。ご心配、い。はい、ご迷ちょっ惑をおとかけね、しました。はい、膝を壊してるんですけど、怒らせ技の食らいすぎで。本当。寺それは門どうさん。も。13年越し変で。わってないですよね、寺門さん。どうですか？はい。本当ちょっとに。太ったですかね。いや、でももう仕上がってますもんね、どう今日。あれなんですよね、寺門さんは、です？ はい。もう芸能のお仕事っていうのはもうされてないんですよね。してないです。はい。ね。で、残念今、ながちら。なみにどういうお仕事されてるんですか？今ですね、福祉関黙って。係の。福祉黙っ関て。係。いやいや、黙って。会社を起こして。いや、福祉関係の会社。最近は福祉。だって、聞いたじゃないですか。だって聞かれたから。聞かれたから答え。だって質問したから。質問に答えようとしてるんじゃないですか。最近は、聞きましたよね。監督が聞いたから答えてるんですよ。じゃあ答えなくていい。答えなくていいんですか。だってゲストとして呼ばれて、質問されて、答えようとしてるんじゃないですか。最近は、いや、黙っていいんですか。黙っていいんですね。じゃあ黙ります。じゃあ黙っていいんですか。でも質問されて、それに答えようとして、質問されたから、黙っていいんですか？いや、黙っていいんですか？テラカードだし、テラカードだし。で、こんなんなってるし。お久しぶりです。お久しぶりですだし。挨拶してるし。それはするでしょうんってなっう。うんっててるなっし。てるし。こんなうんってなっこってちるでし。す。ちょっと遅いし、入ってくる。黙ってるし。いや、これ放送してるんじゃないんいですや、か。おーってなってるし。見てる人いるんですよ。見てる人いるんですよ、だし。気にしてるし。それは気にするよ。だってなんで？こんなんなってるし。相変わらず2ブロックだし。肌黒いし。服も黒いし。なんかイメージから黒みたいな感じで行こうとしてるし。黙ってるし。放送してるんですよ。ね、皆さん見てるこうんでなっすよ。てるし。視聴者気にしてるし。それは気にしますよ。それは気にしますよ、だし。背筋伸びたし。なんか、4つぐらいしてるし。これも黒だし。黒だよ。黒だよ、だし。困ってるし。困りますよ、そりゃ。進めなくていいんですか？気にしてるし。進行気にしてるし。だって気になるでしょ？気になるでしょ？だし。膝壊してるのに来てるし。
それは来ますよ、なんとかして。なんとかしてだし。松葉杖ついて来ましたよ。頑張ってるし。松葉杖。だって頑張るでしょ。来てくださいって言われたんですよ、だって。いい人だし。いい人だし。まあ、いい人だし。笑ってるし。いつ終わんのかなって顔してるし。そりゃそうでしょ、いつ終わんで、誰が終わらせるんですか。愛想笑いだし。愛想笑いじゃないよ、失礼な。何愛想笑いって。何愛想笑いって。愛想笑いじゃないよ。はい、というわけで、それじゃないよ。今日は、なんと、高澤さんがですね。だってなんで向こうに腕組んで来れることになりまして、来ていただいております。困ったな。困ったな、私。ちょっと、話進めてみますか。なんか手こんなんなってるし。だって皆さん見てくれてるの、話進めなくていい。ずっとなんか手でずっとジェスチャーしないと向きそうだし。まだ続けてるし、まだやってるし、まだやってるよ、ね、だって続けてるし、神回だし、何続けてる、待って、普通に困ってるし、まだやってるし、最初から言うとおかしいでしょ、まだ黙っておかしいじゃん、黙っておかしいじゃない、おもろい、しつこいし、黙って言われたら、そうやって入ってきたらダシになった、いきなり、裏切りされてたし、うん、されてた、今日はじゃあずっとこれでいきますか、あの最後まで、なんでなんでだし戸惑ってるし。戸惑うよ、それは。せっかく来ていただいたんですけど。お話とする。話しに来たのにさ、なんでいきなり。もう6分、黙ってる。ずっと困ってるし。話して質問されたのに黙ってって言われるし。6分間何にも。大丈夫なんですかって言っても、なんとかだしって言われておしまいだし。おしまいだしだし。はい。まあ、じゃあそんな感じで、ありがとうございます。もうね。あ、びっくりした。ちょっとね、これぐらいにして。はい。改めてご紹介しましょうか。はい、じゃあ、寺門さんね、せっかくだから、今日寺門さん会ですから、はい。本当ですか、うんうん、でもセンターに。じゃあ真ん中で、はいはい、素人が真ん中に。いやいやいや、何をおっしゃいます。もうね、もうちょいこう。あ、もうちょい入ってる、うん。どうですか、このツーショット。いや、この伝説のお二人。やっぱなしですよ、相変わらず。終わっちゃったし。終わっちゃったし、アスパチャが。ちょっとね、あの、チャットも見れてなかったんですけど、ブワーってなんか流れてるのは見えてましたね。そうですね。すごいですな。改めまして、寺門和弘さん。すいませんね、本当に。とんでもないです。うん、はい。もう、どこからが区切りかわかんない。ね、いきなりやられるんじゃないか。確かにね。そうですね。まあ、ちょっと話しましょうよ。そうですよね。ね、うん。ちょっとっていうか。そうですよ、うん、ね、寺門さんね、うん、監督が止めないともうどうならなくなっちゃうんで怒らせ方の撮影の時って、うん、まあちょっといつ終わんだろうみたいなありましたね。あ、そうですね、うんうんうん、ありましたね、うん、そう、とにかくカットかかるまではずっとやり続けるっていう、ね、そうですね、うんうん、まあ特にカットまでが長い監督なんで、ね、あ、そう、間違いない、ね、間違いない、それは間違いない、うん、うん、泳がされてたというか、ね、いやね、いやでもさ、あれさ、本当久しぶりですよね、寺川さん、寺門、ああすいません、すいません、いや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 、でもね、僕も今日ほらすいません、いや、ね、でもすごく久しぶりに寺尾さんに会えるって聞いて、もうすごく、寺尾、寺門、あ、寺門、あ、すいません、すいません、いやいや、でもそれにしても本当全然変わんないですね、テールランプさん、本当にテールランプ、いや、テールランプって言った、何テールランプって、いや、寺門だよ、何テールランプって名前じゃない、ああ、そうか、ああ、すいません、本当すいません、太田黒さん、目が痛い、まんま、まんまですな、変わらん、変わらんの、変わらん、変わらん、もう大サービスですね、ボリューミーですね、ボリューミー、いや、今日はね、だからあれなんですよ、寺門さんの回なんですよ、ね、そうそう、寺門さん回、そう、間違いないね、いやだからそうなんですよ、だから、うん、いや皆さん、かね、いや、なんですか、でもね、うん、やっぱりね、うん、素人だから、いやいや大丈夫ですよ、ほら今ね、これから今日寺門さん回ですから、
今からね、めちゃめちゃ面白いこぼれ話してくれますよ。寺門さんですよ。皆さん、寺門さんやばいですね。寺門さん本当にやばいですよ。実は一番面白いです。一番面白い。そう。ワクワクでしょ、ワクワクするでしょ、皆さん。ね、周りの人が言ってこそうだから。いやいやいや、寺門さんはね、吉本入ってもね、そうそう、いけるんじゃないか。芸人やってたのかなと思ったんです。そのぐらいめちゃめちゃ面白いですから、皆さん。腹筋キラーですよね。腹筋キラー。腹筋クラッシュ。ちょっと待って。ワクワクしますよね、ワクワク。腹筋クラッシュお願いします。腹筋クラッシュお願いします。あの話いいですね、あの話を。うん、ぜひぜひ。あの滑らない。あの話ですよ、皆さん。来ますよ、ほら、今から来ますよ。あの話が来る。来るよ。いや、言うても素人なんで。いやいやいや、そう、これね、謙遜するんですけど、そこがまたね、面白い。これね、今自分でね、こう、どんどんね、うん。ね。いやでもね、テンション上げて、もう。多分同じ、あの頃の振りできてるけど。いや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 。なんかそういうことあるよね。そういうことある。そうやってなんかこう、ネタをこう強制してくる感じあるよね、前からね。ああ。でも言うと素人だから、それちゃんと返せるかどうか、ちょっと自信がないし。ああ。トークとして、はいはい、まあ、監督にいろいろね、こう裏の話とかね、面白いことをしようと思ってきたから、うん、あんまりそう、なんだろう、こう、ね、こう、ぐっと強要してくると、ちょっときついのかなって感じがする。それはちょっと確かに。すみません。ね。中田さん、ちょっとそういうところあるんですね。そう、ある、うん、すみません。ちょっと、はい、すみません。ちょっと気をつけてもらおうかなって感じです。呼ばれてきてんのに素人とか言っちゃう。また、なんか言ってる。え、なんか言った？何も言ってないです。何も言ってないです。すみません。そうしたらいいけど。はい、すみません、本当に。素人なんでね、優しく、あ、すみません、立ち上げてほしい。そうですね、元グローとか素人とか言ってんじゃねえよ。待って素人とか言ってんじゃねえよって今言われた。え、言ってないですよ、言ってましたよ今。言ってないです、え、いや言ってないですよ、言ってないです、そんなこと。だって今もう配信カメラに撮られてますよ。え、そう、いやいや、でも言ってないです、本当に言ってないです。すみません、本当にすみません、本当にすみません。そういうとこあるよね。いや本当にすみません、すみません、すみません、すみません。言うとこあるなとか言ってさ、素人じゃねえだろ。じゃあなんで呼ばれてきてんだよ、本当にさ。言ってるよね。そんなんだから半月板はやっちまうんだよ、本当にさ。半月板って言った。はいはい。今半月板って言ったよね。半月板って何ですか。今半月板って言ったよね。いや言ってないです、言ってないです。いや言ってましたよ。え、言ってないですよ、言ってないです。結構ね、痛いし。痛い。大変だったんだ。あ、そうですよね。あんまり触れないとか。あ、すみません。本当すみません。はい。すみません、はい、別だからそういうところで、そう、それはそうですよね、すみません、本当すみません。やっぱ白かった、そうですね、痛いですもんね。痛いですよね、すみません、なかなかね、すみません。いや痛いとか言ってんじゃねえよ。半月板左側やったんだと今度右側もやっちまえばいいっつうんだよ。おい呼ばれてきてさ、ね、素人も何もねえだろっつうんだよ。右側が自分がゲストだから、そこさっき言っといてよ。左側って言ったんで、右側もどうとかって言ってた今。右側もどう、右側もやっちまえとかって聞かれた。中田さん、ちょっと言った変ですね、今日。え、中田さん、そうですか。おかしい。え、すみません、本当にすみません。え、何も言ってないですよ、本当に。中田さん、おかしい。え、本当ですか。すみません、本当にすみません。あ、やめて。はい。今なんかやんなかった。え、なんすか。え？いや、素人だから。はい、優しくしてる。そうですね。業界の人とちょっと、変わった。あ、本当に、すみません。受け切れない時あるから。もうね、もうやめられる。そうですね。すみません。普通の話ですよね。そうですね。あ、今、パンってやってんの。え？やってましたよ。え？パンってやって今。いや、やってないですよ。パンってなんですか？こう、パンって。殴る。やってないですよ。すみません。本当すみません。殴ろうかな。殴ろうか。いや、やってないです、やってないです、やってないです。俺を？殴らないですよ、そんな。でも監督じゃないの、俺だよ。いや、違いますよ。誰も殴らないです。全然そんなすみません。本当にすみません。ほら、パンパンしただろって、チャットに書いてます。ええ、ちゃんと言ってる。いや、やってないです。本当やってないですよ。多分みんなが見間違えただけ。本当すみません。すみません。アーカイブで見たら分かるんで。すみません。本当すみません。飲まれようがない。すみません。いや、本当やってないです。すみません。いや、もしもし？もしもし？こう思いっきり、結構、パンパンやってんじゃねえか、お前。はい？パンパンやってんじゃねえか、お前。やってないです、やってないです、やってないです。やって、今、音聞こえたし、こんななってたよ。いや、やってないですよ。遠くからこうやって。やってないです、やってないです。パンパンやってるんじゃねえかって書いてますよ。やってないです、やってないです。パンパンやってんじゃねえか。え、やってないですよね。やってないです。やってなくない、やってるって書いてあるじゃん。やってないです、やってないです。多分見間違いです。はい。赤くなってんじゃねえか。なってないです。なってないです。はい。すみません、本当に。はい。もう。オンパレードですね。いや、ちょっとこういうの新鮮ですね。ちょっとマジで、マジで一回ね、フリーにしましょう。あ、マジのフリーですね。はい。
いやー、だって久しぶりですもんね。まあね、今日はせっかくなんでちょっとなんかこう俺も赤くなってるもうちょっとしばらくネタ入らないように もうしましょう。じゃあ、はい、皆さんなんかスパチャとかあったらちょっと触れ、なんかね、あったんですよさっき。あ、そうなんですか。あれ、ご質問、口開け一点三つ目お願いしますお願いされた。これちょっと後でやりましょうか。僕覚えておくんで。口開け一点三つ目、うん、このアーバーアビエーションウィンドウさんのやつ、うん、口開け一点三つ目いらない感じ。え、いやいや、今そのことがいる、さっきの流れですね。あの、カメラ寄ったところまでもよかったじゃん。そう、じゃあ、あの、怒ったとき、怒って、あ、怒ってるか。っていう顔する。ねえ、お芝居、20分もやってましたね。あら、すいません。確かに。あ、もう20分。ファンにはたまらないし。早いですね。ダネダネウルトラ、ファンにはたまらない。寺門さん、かっこいい。いや、とんでもないです。トップブラウンさん。撮っちゃいましたよ。あら、こんにちはさん。寺川さん大好きです。ありがとうございます。うん、いや、あら、こんにちはさん、最初にいただいた。うん、来てたと思いますよ。うん。いやー、どうですか、寺川さん、こんなん。いやいや、もう、でもやっぱ時代遅れの感はしますよね、自分がね、少しね。これだけの方がこうライブで私たちを見てるっていうのがもうちょっと信じられないですね。今、1100人見てますね。素晴らしいですね。うん、すごい。うん、YouTube とかはあんま見ないんですか？見ないですね。車のそのなんかこうなんですか、インプレッションみたいなやつは結構。あ、車が好きなんですか？はい、車好きで結構見ますね。車動画みたいな。車動画みたいな。へえ、はい、結構見てますね。コッパー、デキフルだし、ツーブロックだし大好きだよ、鬼。初見です、面白いですね。ちょっと静かでした。確かにそうですね。止まらずやってましたもんね。確かに、うん、全然変わらない、はい、本当にマジな話、芸能のお仕事は今してなくて、はい、うん、でもうブランクって言ったらどれぐらいになるんですか？もうでも仕事始め、起業してから4年ぐらいになりますんで、うん、4年以上は確実にやってないですかね、うんうん、まあ、最後の頃まで結構その師匠とする俳優さんのところにその行ってはいたんですよ、うん、稽古に、うんうんうん、でもまあ仕事は取らずになっていたんでしょうね。そういうふうに勉強だけしてた時期が、なるほどね、それも含めると5年ぐらいはもうやってないかなって感じですね。あさりの坂道さんが、お三方とも最高です、ご飯中はめったに YouTube 見ないんですが家族の夜こんなの見た。ご飯中これこんなの見たんですか？いや、今日はね、レアレアですよ。だって、ね、まあ、中田さんの来るっていうご自分サプライズなんで、はい、あ、これ贅沢ですよね。サプライズ、うん、どうですか、なんかそのブランク明けっていうか、こう、うんうん、やっぱ緊張しますね。しかもね、こんな生あのキャメラの前で緊張します、うん、カメラ自体はそのちっちゃいんですけど、うん、やっぱり緊張しますよ、ね、撮られてるっていうのは、撮られてるっていうのはね、当時は撮られたくてしょうがなかった。そうだよね、やばい、うん、でもそれを、うん、やっぱ撮られる、撮られたりするかなっていう心配もありますしね、やっぱり。寺門さん、ツイッターやってないのって聞いて、SNS やってないですよね。やってないですね、 LINE だけです。うん、はい、じゃないです、キャメラだし。あ、キャメラって言った、今ね、キャメラって言ったよね。あれ、キャメラって言わないか、昭和なんか、業界人アピール。あ、結構すごいキャメラ。突っ込まれてます。あ、皆さんすごいですね。わざアッコさんみたいな。わざをみんな。アッコさん。帰国子女。アッコさん的な。帰国子女アピールって私がやったんじゃないの？帰国子女アピールね、なるほど。あ、キャメラ。いや、すごいですよ、この突っ込みが。全部怒らせ方のそう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 、フレーズとかを引用してくるこのスピードとかが、うん、もうなんかこっちより全然詳しい。めちゃめちゃ早い。顔変わってないし、膝ぶっ壊してる、社長になってるし、素敵だし、なんか隣に中澤君までいます。います。あ、こっちだとカメラですね。カメラ。こっちだと、うん、カメラでしたね。うん、こっちだとね、そうなんですよ。まあまあ、向こうではね、キャメラって言いますけど。キャメラって言わないの？キャメラって言わないですね。言わないか。うん、ビア。ビア、うん。怒らせ方も、はい、で、まあ、当時 DVD で出たじゃないですか。はい、で、まあ、テレビでもやったんですけど、はい、まあ、その時ちょっと、まあ、売れて、うん、DVD も、はい、まあ、流行ったりはしたんですけど、はい、その後も、まあ、ニコニコ動画だったりとか、うんうん、まあ、YouTube だったりとかで、
まあ、違法なんですけど、アップロードされてるものが、はい、結構そこで見てる人が、少しでも寺川さんの足が良くなりますように。2440円。すごい。いやいや、もう本当、そんな。すごいですよね。2000円とか、僕、しないですもん。いやいやいや、本当ですよね。いや、こう、怪我はね、でもね、みっともないやら、迷惑。なんでしちゃったかとか聞いてもいいんですか？あ、大丈夫ですね。これ多分、スポーツずっとやって、出たので変な使い方をしてたのが、うんうんうん、こう日常生活で最近はこうあぐらから立ち上がるときにやってしまったんですけど、へー、はい、そうですね、うん、誰に半月板クラッシュされたの？まあ自分ですね、うん、ミクシーでないのか、ミクシーではない、ブタって終わらず、もう最高ですね、本当にあれが一番笑いをこらえるのが大変でした。渡辺さん、あれ渡辺さんは、うん、あのいるだけで面白いんですよ、うん、もうその存在がね、はい、こう普通に手組んで待ってるだけで面白い、うん、確かに。だからもう何しても面白くてもうどうしようもなかったですね、うん、おいこの豚ってこうバンってやられて、はいはい、来た時にもうその来た、ああもうやめてくれみたいな、で結構遠藤くんも使えるなのって結構噛んでたりしたじゃないですか、それも面白くてやばいですよね、噛むなと思う、そうそう、だからそういう話をねちょっと聞きたいんですけど、はいはいはい、寺門さんって、まあはい、全員とやってるわけじゃないですか、そうですね、いわばね、いわば、うん、まあ、中澤さんからも暗い、はい、あ、美濃美里さん600じゃない、ありがとうございます、中澤さんから暗い、山本から暗い、はい、高橋紀明から暗い、はい、脇殴りくらい、年、は、を、い、くらい、塚越くらい、はい、全技を受けてますよね、はい、プロレスラーのように、まあ、そうですね、確かにすげえ、なんかまあ全員やばいと思うんですけど、笑いこらえるっていう意味で言うと誰がやばかったとかこのネタやばかったとかあるんですか、ね、まあ、全員やばいですけど、やっぱり渡辺のお父さんですよね、うん、で中でもなんだろう、こう、うん、八つ当たり、八つ当たりですね、はい、でもあれ出てないじゃないですか、出てないですけど好きですね、うん、あ、自分が出てる中ではやっぱりもらい捨てが一番いいんですよ、あの、うん、雨の方で、あはは、好きなネタですよね、それは、はい、大好きですね、うん、なんか、あ、一番やばかった、もう笑い寸前だったみたいなのってあるんですか、笑う寸前、メンチですかね、メンチ、メンチ面白かった、メンチ、渡辺さんがここずっと眉間のとこに爪立てて笑い我慢、あ、高村さん、あ、高村さん、うん、高村さん、こうんって言ってるんですよ、うん、もうそれが面白くて、あ、笑いこらえてんのを見て、笑いこらえてんのが面白くて、二次被害みたいな、まあ、本人もあれですよ、めちゃくちゃメンチがすごい近いんですよ、息遣いも聞こえるじゃないですか、うん、これが違うところだと思うんですけど、DVD と確かに、そっか、息遣いまではね、ファサって来るわけですよ、あ、確かに、で、こう話してんのにここの辺にね、来んなよって、俺に近いのよみたいな、そしたらこれ耐えきれんのが高村さんかなって思いながら見たら、高村さんこう真っ赤になってる、爪入っててうーんとこうやって言いながら、うん、もうそれがやばかったですね、メンチ、確かにメンチやばいです、やばいですよね、あれ、はい、うん、まあ、その流れで巨取りすぎも結構きつかったんですけど、うん、私は、うん、もうこの椅子が振動して、ね、振動が伝わってくる、みんなね結構巨取りすぎ好きだし、はい、確かにやばいんだけど、はい、確かにメンチは僕もやばいと思う、あれはメンチやばいっすよ、メンチやばい、よく話したと思います、うん、高村さんそういう意味では高村さんにちょっと伺ってみたいですよね、確かにね、はい、本人も多分カットかかった後バタってなったと思うんですよあれは名試合でしたね。すごいですね。猪木パワーみたいな。最高。またメンチがね、うん、いいんですよ、新地の入り方が。うん、もうすぐじゃなくて、グバッと。うん、ちょっと、顔赤くなって。すぐねじ込んできたじゃないですか。まだ商談始まってないのに、もう行っちゃってんだもんだって。これから商談するのよ。そうだよね。誰よりも先に、ね。そうだよね、じゃないよ。あなたのことだよ。あなたの話。だからもう平行で良かったですよ。対面だったら多分笑ってない。確かに確かに。はい、そうかそうか、うん。割と横だとこう、なんだろう、あんまりね、うんうん、こう流せるんだけど、ね、確かにね。対面でやった時はもうほとんど顔見られないですよ。面白すぎて。面白すぎて。すごいすごい。いくつかちょっと今のお話の中でスパチャ来てて、はい、画面撮って、人を送らせる方法、令和版始まったら、寺川さん出てくれますかとか。うん、あ、呼ばれればぜひ、あ、お、はい、ありがとうございます、お休みの時にやることになっちゃうんですけど、寺門さんがね、あ、でも大丈夫ですよ、うん、はい、お休みの代わりにお休みに働くって、中澤さん、寺門さん 大好きです、ありがとうございます、主にこっちなんですけどね、
山本は後半切れる、なんとかかんとか難しそう。ごめんなさい、ちょっと読めなかったな。寺子さんがあのシリーズの中で役者としてやってみたい怒らせ方とか、あ、怒らせ方の側で怒らせる方やってみたいこと、うん、そう、さっきもちょっと怒らせ方の名手、名捕手寺子さん大好きですアウさん、半月版割り切ってよ、中澤さん、寺、ん、中澤さん、古谷監督、太田黒、テリー、寺門さん、全員大好きです、テイ全員大好きです、ありがとうございます。そう、なんかさっき逆でやってみたらどうなるかって話ちょっとしてたんですよね、うんうん、いや、これだったらできるみたいな、なんかあるんですか。逆はできないですねあ、僕も見てみたいんだよな、でもなんか逆に、どれを逆でやったらいいかっていうのを一回、じゃあこれどうですか、うん、なんか、あ、そうかね、どれを逆で見てみたいか、うん、できますかね、キャプテン。なんかシンプルなやつだったら、うんうんうん、オーディションの時逆でやらせてもらったんですけど、はいはい、面白くなかったから怒らせる側怒らせられる側になったと思うんですけど、ね、あ、うん、なんだろう、言うんじゃなくて選んだんだ知らない顔してますけど、でさっき聞いてそれ思い出した、確かに、あの気取りすぎキャドルさんあれ一番難易度高いですよ、高いですね、気取りすぎ無理ですよ、寺門気取りすぎはちょっと、いや、あのね、ちょっと今普通の話してもいいですか、はい、彼は、うん、あの役者としてすごいですよ、うん、いやいやいや、あの私もいろんな役者、同じ並びの役者いますけど、うん、彼はねすごい、うん、あのこれだけ真人間なのに、うんうん、壊れることができる、そうなんですよそれがすごいですよ、いやいや、他の面々はちょっとね個性でね面白いとかある、そう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 、中澤くんは違うんですよ、技術です、ね、中澤くん技術です、本当に、この人はね正統派の役者ですよ、そう、はい、あの怒らせ方出てる人結構まあ癖の強い素人をまあうまいことこうはめ込んでるっていう実はからくりなんですけど、うんうんうん、でだから役者としてそれを見るとめちゃめちゃうまいなって見えるんだけど、ただなんか素で喋ってるだけみたいな、そうですね、うんうん、はい、中澤さんはそれを芝居であのスイッチがサイコパスになってるっていう、そこを解説必要ですよね、はい、だから多分中澤くんの技は真似できないかもしれないですね、あ、そういう意味でも、いやいやいや、うん、素晴らしい技術だと思います。いやいや、ありがとうございます。後でちょっと逆も見てみましょう。逆はパティンを、はい、うん、はい、うん、なんだっけ、なんか話してましたっけ、何でしたっけ、あ、誰が一番やばかったか、渡辺さんで、一番笑いそうになったのがメンチ、メンチ、メンチですね、はい、メンチ面白かったな、確かに、メンチすごいですよね、うん、まずやらないですもんね、いや、やらないよね、うん、商談に行ってね怒らせ方ってたまにああいう身も蓋もない技が出てきますよね。そりゃ、ね、そうだろうみたいな。ビンタとか、メンチとか。うん、確かに。うん、なんか、うん、中澤さんはもっと嬉しよ、売れてほしいし、うん。ね、売れたいですけどね、うん。食い込んでくださいよ、上の方。なんとかね。希望は託しましたので。そうか、寺門さんの分も。そうですよ。死んだと思って。お前に任すぞみたいな。ちょっと僕のツイッターの DM に来てる質問で、はいはいはい、今これを質問しましたわ。YouTube、収録してて吹き出しそうな作品は何ですかっていう。で、それがメンチですね。そうですね、メンチですね。もう全般ですよ、うん、でも。収録しててカットかかったら絶対笑ってますもんね。うん、うん、そう。確かに、僕は寺門さんを笑わない人だとずっと思ってたんですけど、今回このメイキングとかを見るまで。でメイキング見たらカットの後めちゃくちゃ笑ってたじゃないですか。え、耐えてたんだと思って。はい、もう本番中せき止めてた分全部カットしたらもうすごいですよね。だってそうしないとこそこそ笑ってる人いるんで、うん、もらうじゃないですか。ずっと笑ってるからね。絶対もらうじゃないですか、笑うと。厳しいですよね、あれ。厳しい厳しい。笑ってやってた節もありますけどね。ちょっと若干、うん、ド S なとこが出てしまう。うん、でもみんな耐えるからすげえなと思って。でも本当紙一重だよね。紙一重。紙一重なんだ。紙一重です。1個破れたらもうおしまいですよ、ね。うん。しばらくできないですよ、ね。どっちかがちょっとでもニヤッとしようもんなら、もう、もう無理。でも信頼関係。そうですね。はい。だから見ないようにしてるんですよ、ね。うん。見たら終わりなの。僕もさっき黙ってやるとき、はい、もうやばいから、やっぱちょっと若干ずらしてやりましたね。はい、でもその時見たい気持ちわかります。うん、そうそう。見ちゃうと、
ダメなんだけど、一瞬だから僕もね、さっきの生配信のオープニングでやったけど、もう笑っちゃって、もう監督としては、監督だったら絶対 NG 出す、うん。笑うなよっていう場面なんで。でもだからこそ面白くて笑っちゃうんですよね。ね、集中力あるんで、結構その役に入ってる時はもうずっとそれをしっかりやるんで、すごい受ける面としては楽でしたよね。ああ、こっちが笑っちゃうことはあんまないだろう、はい、私が笑っちゃったらおしまいですもん、うん、いやもう絶対無理、絶対見出しちゃうだろうな、絶対無理、それはあんまり、うんうん、絶対無理。中田さん笑いそうになったらないですか？あ、あります。結構ずっとギリギリのラインだった。そうなんだ。ないわけないじゃないですか。そうなんですか。ギリギリのラインずっと、あ、でも僕はずっと見てます。寺門さんをずっと見てやってます。ああ、もう芝居としては目見ないとおかしいだろうみたいな。そうそうです。はい。そうですよね。ここに向かって対象がここだから。こんなの向かってきたらやばいですよね。やばいですよ。だからよく耐えましたよ。ねえ。それ半月板も言ったんだ。半月板クラッシュ。ここへ来ますよね。そりゃクラッシュするわと。クラッシュする、うん。そうか。イエモンさん。いや、本当に膝良くなりますように、うん、ありがとうございます、ね、うん。逆に怒らせる側やってくださいっていうのも来てますね。まず見たい方いるのかな、でも皆さん、多分、仮に中澤さん、シュナイダー山本さん、のりあきさん、塚越さん、脇名国さんがリアルでも怒らせ方と同じ感じの人間だったら誰が一番嫌いですか？わあ、面白い。一番嫌い？本当にそういうやつがいたら、本当にああいうキャラがいたら、本当に言ったら、あ、もしですけど、本当に言ったらね、うん、僕、のりあきさんの、うん、あの、なんだろう、リズムでこう、はいはいはい、怒らせ方、ああいうの結構好きじゃないですか。うん、苦手と。はい、あの、うん、なんだろう、環境の話からも、自然保護、過剰とか。もうそこぐらいから、ああやってやってくるやつ、いないかなといえばいるかもしれない。うんうんうん、いる、はい。それをもし本当にやられたら結構きついです。あと、あの、税理士になりたいんだけどさ。あ、夢クラッシュ、はい。あと転職したいんだけど、ここなんか担当直入。無理っす、これってみたいな感じ、うん、それこんなん、どうやっていくつもりですかみたいな。そうですね。こんなん、どう頑張っても無理ですよ、みたいな。ああいうの。リズム系は。本当にそれ言われたら結構きつい。確かに確かに。ああ。怒らせプレイヤーによって、怒らせるネタにも種類ありますもんね。そうです。はい。ね、種類あります。だからそうやって文章とかそういう、こうフリップ、フリップ出たね。フリップですよ、あんな人が聞いたのに。フリップ生き延びられた。そう思ってたまにそういうネタがあるんですよね。はい。そっち系がリアルだったらちょっときつい。なるほど、なるほど。うん。フリップ出てきたんでね。フリップ出てきた。用意周到。用意周到。一番イラッとさせられた怒らせ方はとか、本当に怒った怒らせ方はとか、そういうのは結構来てて。まあ、本当に怒ったところはあんまないですよね。まあないですよね。あとね、好きな映画や漫画を聞きたいと。映画はね、ほぼ見ないんですよ。うん、ドラマは結構見るんですけど、うん、私あの昔の話なんですけど、はい、DVD でよく見るんですけど、はい、西部警察とか大都会が結構好きです。大都会って分からない。大都会僕も分かんないの。大都会は私が生まれた頃のお話なんですけど、馬渡哲也さんと、刑事物の、はい、刑事物ですね、はい、まあ、結構ドンパチだったり車がガシャンガシャンになったりして、うん、結構子供の頃から好きで見てましたね。うん、まあ、最近映画って見ないですね、うん、なんかじっとしてらんないんですよ。そうなんですか。はい、そうですね。そうなんだ。いらない発言だった。いやいや、全然そんなイメージなかったから。うん、そうですね。多動な感じ。そこまでいかない。いかない。のりあきの曲を聞いたことあるか。あの、写真は見たことあります。あと、うん、あの、朝方にも一回は聞きました。朝方に怒らせて。はい。それはひもんやのね。はい、聞きました。うん、のりあきさんはでも、うん、あの、なんだろう、数の、ところももちろん数で演技してるところもあるんでしょうけど、うん、私あの一つ放送されてないネタで、はい、濡れ衣、はあ、でしたっけ、なんかあのコシさんが、あ、だから集団ダウトでしょ、集団ダウトみたいな、それね昨日アップしたんですよ。あ、その時にあの、うん、塩でしょ、はい、塩、うん、テストで入っちゃったんですよね。本番じゃないんですよね。いや、あれ本番ですよ。本番でしたっけ、うん、一発あれですね、一発で、うん、バサッとか入っちゃって、そう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 、でそれで、うん、カットかかった後に目薬を監督が買いにやらせたんですよね、紀明さんに。おうおうおう。で買ってきていただいたんですよ。はいはいはい、でそれで、うん、
なんとかしたんですけど、その後、うん、収録終わった後帰るときに、うんうん、天王洲かな、はいはいはい、から帰るときに、うんうん、モノレールの中でずっと、うん、すいませんでした、すいませんでしたやってきてしまってて、なんか逆に申し訳なかった。あ、まあ演技上のその、そうですよね、結構あるじゃないですか。あの、あるある。お宝クラッシュ、ね。クラッシュもそうだしね。血が出たり、やっぱそういうことはあるんで、別に大丈夫ですって言ったんですけど、うん、なんかすごい、なんか本当今日はすいませんでした、ね、うん。最後まで直立不動で。そうそう、はい、カリスマミュージシャンのりあきしか知らない人は、はい、ああいうやつだと思ってる人は結構マジでいるんですけど、はい、全然そういうじゃない。すごい、あのいい人というか。真面目ですか、真面目ですね。めちゃめちゃ真面目ですよね。本当に。はい、あの塩はやばかったですね。やばかったですね。もう結構映像で見ても塊であいつがやっちゃってるん で、ね、こうなんかつまんでふわとかじゃなくて、あ、そうですよね。まあ、僕も多分思いっきりいけんみたいな感じで言ったからだと思うんですよ。はい、そうか、テストの時は巻かなかったんだ。巻かないと思いますよ。うん、やっぱそれ掃除とか、うん、そうでした。そうそうあるから一発で行くから、うん、結構ね顔に来たんですよね。うん、目に行ってましたもんね、塊で。目赤だったらね、よかったけど、ね。目赤くなってたんですよね。まあ、塩撒いた経験なんてなかったと思うんでね。あ、確かに。そうだ、それも人に撒くことはあんまりない。それは確かに。本作品への出演の経緯っていうのが来て。出演の経緯は、普通に事務所に所属をしてて、うん、お話をいただいてオーディションをしたので、はい、私の中では一つの仕事、はい、一つのお仕事だと思って、うんうん、オーディションを受けたんです、うん、最初正直言って怒らせ方って何なんだろうっていうのが最初にあって、うん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 、まあ同じだと思うんですけど、うんうん、で怒らせ方って別に怒らせなくていいじゃんみたいな怒らせ普通 CM とかだったらこう商品名が来たりとかするんですけど、うん、ファックスに怒らせ方講座って書いてあったんですよ、はい、で怒らせ方講座ってなんだろうと思いながらやったので、うん、あんまりこう経緯というか一つのお仕事の中で、うん、蓋を開けてみて、うん、こんなだったっていう、だから一番最初にそれに気づいて、うん、あ、こういう仕事なんだって思ったのは、うん、最初の日の一発目のカットぐらいからですよね、うんうん、まあ、あの自分一人じゃなくて他の人にもそこで会って、はい、あ、こういうことしたいんだっていうのが分かったのは、その当日まで分かんあんまり、うん、あの一発目の時はリハビもなくて、うん、いきなりやったんですよ、ね、でそれぞれとは僕が、あ、こんな感じでっていうのは練習して、はい、僕と中澤さんとか僕と寺方さんで、はい、こんなやりますんで、はい、で、で当日行ったらいたわけですね、うん、現場で初めて会って、よろしくお願いします、お願いします、うん、この人とやるのかみたいな、はい、この人が怒らせば、ああそうだったんですね。きっかけというか、まあ、この話、この仕事をだからいただいたっていうことですよね、うんうん、どこでドアで巡り合ったとかじゃなくて、ああ、はい、この企画のために、はい、一つの来ていただいたっていう、一つの仕事というの中の一つってことですね、うんうんうん、こんなに面白いと思わなかったですけど、ね、何をするんだろうと思いながらやってた。手探りだった。お笑いだっていうのはなんとなく分かって、うん、あ、分かりました、ね、はずですよね、はい、うん、怒らせ方ってなんだってなった時点でお笑いかなと、うん、オーディション何やったんですかって今質問が見えたんですよ。オーディションはおそらくですけど監督が台本を持ってらして、うんうんうん、怒らせる方と怒らせられる方と両方多分、うんうん、試しにやってみる。そうらしいですね。僕もなんかそれ、はい、初耳っていうか自分でやってるんですけど、はい、覚えてなくて、だから寺門さんが、はい、なんだろうな、例えばその黙ってをやってる映像があるかもしれないですね。あ、そうですね。ね、オーディションの映像もあれば、オーディションで、うんうん、はい、眠っている可能性がありますね。でもまあそれは面白くないからこうなっちゃった関係として、まあ面白いだからやっぱり受けとしての才能が半端なかったと思う、うん、そうですよ、そういうことだよ、そう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 、うん、そういう言い方を、いやいや本当に組み合わせなんで、うんうん、まあそうか、ゲームも大変だからな大変ですよ、大変、大変ですよ、全員と、うん、出演本数で言ったら一番多いはずですよね。ああ、そうかもしれないですね。ね、うん、でも、なんだろう、そこで変に癖が あると、なんか世界観崩しちゃうし、あ、やっぱりこっちのやってる面白さを見せるためには、こっちがそんなに、あ、なんだろう、目立ってもいけない、そこの空気の作り方とかも含めて、やっぱり、だから怒らせ方の好きな人は、やっぱそこに気づく。ああ、なるほどね。すごいですね。受け師。受け師。
もうあれでも受け身って見たときに、うん、俺のことじゃないような感じをしましたね。受け身心、はい、受け身心、はい、そういうことか、うん、素晴らしいと思いますそれは。いやでも寺川さんありきって書いてありますけど、うん、ありきじゃないですって、怒らせる方がいてこそですよ、うん、いや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 、まあ一人では成立なんで両方ですね、うん、そうですね、うん、素晴らしいですよ。だからあのバンダリーシューバーじゃないんで言わなきゃいけないんですよ。なるほど。なんかしかも別にそんな僕格闘技詳しくないんで、なんかなんとかなんとかでもないしとか馳せないっていう。なるほど。確かに。バンダリーシューバー。そうか。よく見てる。うん、あとまあ質問としてはですね。はい。寺門さんの子供の時や中高生の頃の思い出、はい、何それ興味津々。なんかどういうあのじゃあこのなんか芸能のお仕事に入った経緯とかそんなのあるんですか。僕ね経緯はねスカウトなんですよ。おすごい。16の時に新宿にうあの歩いてる時にい声かけられて、うん、イケメンですもんね。いやいやいや、当時はね全然あの52キロぐらいしかなくて、今75キロぐらいなんですけど、結構こうシュッとしてて、はい、で声かけられて、うん、今みたいにこうキャッチみたいなのがあんまなかった時代なんで、うん、ついていったんですよ、うん、そしたらその日に代々木上原にある事務所に連れてかれて、うん、ちょっとやばいなと思ったんですけど、うん、で世間話をしている間にこう3日後ぐらいに仕事があるよみたいに言われて、はい、であったんですよ本当に、うん、3日後にチラシの、うん、スーパーの地方のモデルってことですね、まあ、スーパーのチラシでこう洋服の 新しいやつを着て、うん、多分スーパーのね2階で売ってる衣料品みたいな感じで、うん、食品の裏に、うんうん、それを仕事があったんですよ、はいはいはい、でそれからやっぱりいろいろ写真の仕事をするようになって、うんうん、演技力が必要なので、うん、今もある某劇団に入ることになって、はい、養成所みたいな感じです、うんうんはい、まあ言わないんですけど、まあまあまあね、某ね、うんはいはい、でそこで習いつつ、うん、まあ仕事もいただきつつ、うんはい、なんかこんなになってるしはいすいません面白いですねそういうことです。それで仕事をこう得るようになって肩入りついてるし入れてくる、うん、そうそう、ね、そういう感じですね。はい、スカウトって言わないのかなって感じですけどね。まあなんかどで今はどんな今は仕事っていうかその言える範囲で全然構わないんですけど、今はね福祉関係のその事業所を立ち上げて、はい、介護の仕事をしてる、はい、介護の仕事すごいっすね。いやいやいや、はい、そんなでもね、あはい、そんなでもない、はあはあうん、そんなでもない、うん、そうなんですよね。まあまあまあそんなでもないんですよ寺門さんはね、うん、でもね、まあ、やってみると意外と、うん、こうなんだろう、周りにこうサポートしてくれる人がいたりなんかして、はいはいはい、まあほら社交性があんまない。あ、そうなんですよね。そうそう、寺門さんねあんまり社交性がないんですよ。でもね、うん、あのやってるうちにこうね、うん、ないんだけど、うん、それなりにこうやって、あ、意外と社交性あるじゃん。そうなの。ないのに、こうやってるうちに意外と社交性あるじゃん。あるじゃん。そうなるんですよね。寺門さんはそういう人なんですよ。でもそうすると、新しい人にこう会った時に、うん、またこうちょっと話がうまくいかなくて、やっぱ社交性ないんだな、うん、俺は。そうそう、やっぱね、やっぱないんだなってなるんですよね。やっぱね、ないんですよ。寺門さんはやっぱりない。うん、社交性がない、ね。適当に喋ってない？え？適当に喋ってない？そうなんですよ。僕ね、今ね、適当に喋ってるんですよ。うん。しょうもない。そうなんです。僕ね、しょうもないんですよ。本当しょうもないんですよね。うん。ありがとうございます。やっぱね、技が発動すると、チャットが湧く。発動って言葉がまず発動ね。うん、何発動うん。そうですね、社交性ね、ないよね。いや、あるでしょ。いや、あると思ったらないんだよね。ないんだよね、そうなんですよ。あると思ったらやっぱないんだよ。ないと思ったらあるんですよ。ないんですよ。でもないと思ったらあるんだよ、意外と。そう、意外とね、あるんですよ。ないなと思ってるのに、寺川さんやっぱあるんですよね。さすがの前頭頂。結構見るの面白いな、ね。うん
全道長か。あら、こんにちはさん、1000円。あら、あら、こんにちはさん、すごいね。あら、こんにちはさん。ありがとうございます、本当に。うん、こんにちはさん。ね。メタ発動っていうんだ。どっちなんだよ、どっちなんだよ。仲良さそう。あ、仲は別に良くもなく。そうなんですよ。仲はね、良くもなく悪くもなくなんですよ。って言っても仲いいですよ。仲いい。そう、つっても仲いいんですよね。でもあんまり連絡も取らないしね。あんまり連絡取らないんですよ。そういう意味では仲悪いんですよ。でもたまにこう送ってくれって話盛り上がって、うん。そう、たまには盛り上がるんですよ。仲いいね。仲いいんですよ。さすがだと、アッツーフーさん。セリフ覚えてるんですね。うん、部長って不真面目なんですかみたいな。ああ、部長、ああ、部長もね、ああ、そっかそっか。そんな、何でしたっけ、前道長。部長部長でね、いいとこあるんだよね、みたいな。そうなんですよね、部長部長でいいとこあるんですよ。この間もね、渋谷で待ち合わせしたんだよ、うん。そう、やっぱね、待ち合わせって言ってるのは渋谷なんですよ。うん、そうなんですよ。と喋ってない。そうなんですよ。俺ね、今適当に最初喋ってるんですよ。何お前。そうなんですよ。僕ね、僕なんかね、なんだお前って感じなんですよね。もういいよ。そうなんですよ。僕はもう本当もういいと思ってるんですよ。僕も。うん。って感じでしたっけ。そうそうそう。部長、あ、最初部長なんか悪口みたいに。あ、なんかそうだったかもしれない。で、部長部長でいいとこあんだよね、みたいな感じ。うん。うん、おシャンティさん、膝を大事に、オタグロさん。オタグロさん。セブンフォールドアベンジと3333円。うわ、治療費以外に使ってほしい。つしチャンネル1000円すごい。今日は本当に皆さん膝のためにこれで館長目指せないでしょ。そうか、完璧だと。なんで膝やったの。これ二人とも覚えてないとできないやつだな。ああ、確かに。そうですね。あ、あのクソ部長マジで仕事、あ、書いてくださってる方。あ、本当だ、すげえ。さすが。あのクソ部長。よって。そう、あのクソ部長はあれだ。あの、出世クラッシュ。出世クラッシュ。出世クラッシュか。あのクソ部長さ。いいですか。この間、寺門さんが部長の悪口言ってましたよ。そうなんですよ。寺門さんね、部長の悪口言うんですよ。これが出世クラッシュだっけ。部長は出世クラッシュですね。のりあきさんかな、うん、そうですね。取ってる。うん。全治何ヶ月です。全治年内に歩ける2月ぐらいからスポーツ始めようかなみたいな感じになってます。うん、といいですね。ちゃんとね。うん、本当思ってるさ。全道長だから。今は本気で本気で思ってる。今は本気でちゃんとちゃんと。全道長。もうね、入り口がねナチュラルすぎてわかんないよね。うん、入ってんだ今みたいな。すごい。いや。大したもんです。うん、前道長を食らう前提で話すと話してる側も言ってることめちゃくちゃ両方言わなきゃいけない。そうね、うん、なんかすごいあれですよね、怒らせ方ってこうみんなさんこうのなんていうのかな、身に染みついてるっていうか、ね、そうですよね、よく覚えてらっしゃる。そう、うちらよりね、よく覚えてらっしゃる皆さんも。これやるんですかね、日常でもね。皆さんも。そう、なんか、やったりする。そう、小学校の時流行ってましたとかね。中学、高校でクラスでみんなやってましたとか。そういう風になってたらしいんですよね。ありがたいですね。ありがたいですよ。ああ、私たち小学校の頃のブームだったことを今。そう。僕らで言う、なんかね、その、がテレビで見た、ネタやるとか、うん、漫画のネタやるとか、ね、そうか、そういう系でやってくれてるってことですね、みんなが。まあ、ヒーローの真似したりとかね、そういうことですよね。へえ。ヒーローってわけじゃないけど。ないわけじゃないけどね、あの仮面ライダーの変身のポーズ真似るとかみたいな、ね、そういうニュアンスでやってるってことですね。そういうコンテンツを作れるってすごいありがたいし、そのなんか、そういうなんか自分たちとしてもありがたいですよね。関われたことがありがたいですね。すね、はい、うん、まあ、とにかく感想触れない感じで、本当に。監督って、うん。でもやっぱ出演、だから山本とかは友達で、うんうん、あの、ね、思うけど、あいつ、羨ましいですもん。要するに出ててる、出てる。ああ、俺が友達でっていうのかと思った。え、なんで俺が友達で羨ましいっていうのかと思った。あ、違う、なんか。そうか、出られて出れていいなみたいな、その別に出演なさったらいいんじゃないですか、別に。いやー、でもね、まあ、ちょっと
昔はありえなかったですけど、うん、昔はこんなことすること自体も全く発想なかったの、はい、YouTube ライブ的なこと、そうそう、ね、人前に出るとか、うんうんうん、全く考えてなかった。え、そうなんですか。もちろん。へえ、うん、やっぱそれ自分でやると笑っちゃうとか、うん、自分の中で面白いイメージが、うん、なんかやっぱり見ながらやるのが一番いいなともあるんですけど、うんうん、なんかこうでもやこういうふうにやってほしいってやってもできない人もやっぱいるから、そうですね、それは自分がやった方が早いなとか思う時もあったんで、やってみますねっていうふうにおっしゃる時多かったですもんね。あ、そうそう、あ、そうそうそう、うんうんうん、私一回やってみますね、うんうん、それが一番わかりやすいですよね。わかりやすいです。それは残ってないですか、映像に。あ、残ってるのもあったんですけど、ちょっとなんかメイキングであげるのも恥ずかしいので恥ずかしいっていうだったらあげた方がいいんじゃないですか。皆さん見たい、うんうん、あ、ほら、古谷さんも出ましょうって。ねえ、ありがとうございます。ね、ね、もうお見舞いに来てくださってるようなね、本当コメントで。お大事なさってください。本当に、本当に。デミース X。申し訳ないところです、うん。いや、こんなのね、みんな普通に見たら笑うよ、あんなの。気違いだもん。気違い。間違いない、うんうん。あ、監督笑っちゃうからなって。そう。そうそうですよ。そう、自分が笑うために作ってみたのもあるんでね。ね、そうですよね。そう、うんうん、でも撮影現場すごいしてるときはすごい幸せですよ、だから。ああ、そうでしょうね。もうなんかこう、羨ましい絶頂っていうか。ああ、うん。もう楽しくてしょうがないですよね。楽しくてしょうがないです。うん、それはわかる。まあ、言ったら、その、すごいお金をかけて、はい、まあ、あの作品はそんなに贅沢な作品じゃないけど、それで遊んでるみたいな。なるほど。人をこう、動いてもらって、うんうん、それでいてこの反応ですもんね。まあそうですね。これもすごいですね。作り手冥利としては、そう、確かにかなりすごいですね。うん、でも13年4年前の作品ですから、ね。そうですね。知らなかったんですよ、ね。こんなことになってる。ああ、私も。でしょ？はい。中田さんはなんか身に感じてました、ね。割とずっと言われ続けてて、新しいの作ってよ、ね、作ってよって、でも僕が作るものじゃないからっていう答え方はしてて、あ、まあでも言われますよね、やっぱり出てるから、はい、絶対言われます、うん、はい、私でさえ言われましたもん、オーディションの時もそうですけど、うん、怒らせ方のって、はい、そうか、それはちょっとタイプキャストみたいになっちゃうね、あんまり、うんうんうん、そうなんですよね、そう、だから YouTube のアカウントを自分でにアップして、うん、で最近なんか見切れてるって、え、見切れてる、ああ、いや僕は今日は、はい、なんだっけな、その、あ、大、そう、 YouTube チャンネルのアカウント登録者が結構増えてきたんで、ほっといても、はい、過去の動画で、はい、なんか自分でアップできるものないかなっていうのをずっと思ってて、うん、新しい、でも新しいの撮る時間ないから、はい、あ、そうだ、じゃあ怒らせ方の過去のテープでも見てみるかと思って見たら、未公開動画がいっぱいあったんですね。確かに撮ってたなぁと思って、うん、で、あとメイキングで、メイキングっていうのはいなかったじゃないですか、この、はいはい、時は、はいはい、だけど、なんかその素材のテープを見てたら、はい、あれ、このカメラなんだっていうのが映ってたんですよ、はい、その撮った時に、うん、なるほど、この、これは A カメ、これ B カメあるけど、え、なんかもう一個知らないカメラあるなと思って、あのプロデューサーの清水さんって人がいて、はいはい、これ清水さんのカメラだと思って、清水さんに聞いたら、あるよ。あるよっつって。おー、そうなんだ。要するに据え置きで、なんか記録用で撮ってたんですよ、はい、回しっぱで。回しっぱだ。だから、こうなんかメイキングとかみたいに追っかけてないけど、はい、カットの前も後もずーっと回ってるから、ちょっとその、なんていうか制作風景がわかる。いいですね。それを見て僕、ほんと、うわーと思って。そうですね。うん、確かにお宝発見。お宝ですよね。うん、そうか、だからそれを知らないから見たら面白い。あ、こんなあったんだって。うん、そうそうそう、私たち撮られてたら意識してたら面白くないかもしれない。確かに。うん、で、だからそういう素の映像っていうのがやっぱり全くないんですか。いや、過去の動画よくねって。過去の話よくねって。過去の話よくね。あった。あった面白い。それはもう今日ずっと過去の話になりますけど。そうですね。もう。そうの味よくでも結構面白い、山本さんも結構、うん、目に力があるんで、いや、そうなんですよ、ね、あいつがね、僕は一番もしやるとしたら苦手ですね。すごいですよ。でもあの目はもうやばいんですよ。にらみ、にらみは、にらみやばいっすね。なんでそんな顔できんのみたいな。あ
れ、あれですよ、あれ、うん、あの選択肢クラッシュの時も、うん、ずっと後ろから睨まれてるのに、もうダメでしたもん。ああ、まあ強いの来てんだろうなと思いながら、あの目だら、それでダメでしたよ。それぞれのやっぱり嫌さがあるんですね、やるときにあたって。そうですね。わきなぐにはどうでした？わきなぐにさん、あ、わきなぐにさんはあの中澤くんと組んで、うん、怒ってるときに、うん、アイコンタクト、あとアイコンタクト、ツーショット、あ、ツーショットか、ツーショット、うんうんうん、ときに、うん、はいチーズって携帯が言ったんですよ。あ、それはね、わきなぐに単体です。あ、単体ですか、うん、もうそれがね、ちょっとそのあ、この携帯ハイチーズって言うんだと思って面白くなった、はい、面白くなった。あとペンカチカチの時も、ペンカチカチ彼はそのまあさっき言ったみたいに演じてるんじゃないじゃないですか、うんうん、だから遅刻して怒られてるのでも、うん、遅刻して怒られてるのを演じてるんじゃないから、うん、もうこの人自体は怒らなきゃいけないんだと思って、うん、そういう目で見てました、うんうん、はい、もう普通にこういうやつがいて、本当にこういうやつが怒られてて、うん、俺が遅刻して困るなと思って言ってんだよっていうので、はい、そうですね、はい、そういうふうに感じてやってました、うん、はい、だからそ同僚にああいうやつがいたらこう怒るなみたいな、そういう面では中澤君とはちょっと違いました、ね、うん、そうです、演じてる人を怒るのとやっぱ違う、そうです、あ、はい、なるほど、わかります、一生懸命彼はこうやってやってる、確かにちょっと怒り方がやっぱ本当の若いそうですね、よく分かってない子を諭すような、はい、頼むよみたいな感じで、うん、はい、でもペンカチカチすごかったですね、ペンカチカチすごかったです、ね、あれ脇名国さんの、うん、あのカチカチ量は、できないですね、あんぐらいシンプルなのじゃないと彼は無理なんで、あ、でもあれじゃないですか、あの服装で怒らせる派手も、派手も、うん、だって別にそれだけじゃないですか、いやもう派手も派手もだって振り返った時に最初笑っちゃったんですよね、あ、見た瞬間に回ってない時に、うん、こんな格好で入ってくるのだと、はい、まあいかに笑いをこらえようかなを考えましたね、先に。すごいな、そんなにできるか。いやいや、だってあの格好ですよ。うん、クライアントと行くっつってんのに。まあ選んだの悪いっすけど。そうね、選んだ方が悪いよね。悪いよね。せめて中澤くん。そうそう。怒らせ方のシチュエーションって、もうそもそもなんでこいつ連れてきたんだっていうツッコミが。間違ってるの。本当に間違ってるんですよ。そう、本当に間違ってます、うん、じゃあ連れて来んな、行くなよって、一人で行けよってね、冗談でもなんでも連れてくから、名刺捨てるやつとかメンチ切るやつと行くなよ、本当ね、うん、塚越さんはどうでした？塚越さんは一つね、あの、うん、後悔してることもあるんですけど、結構このだっての時に、はいはいはい、あのパッケージングした時に、うん、高村さんと、うん、まあ、わ私と、うん、塚越さん、はいはい、でしたっけ、で、塚越さんが怒られてて、うん、だってってやってくるんですけど、はい、ちょっとタイミング悪くなっちゃったじゃないですか。あ、そうでした。なんかこう高村さんが怒ってんのをすぐにだってって言わなきゃ、うん、でもちょっと受けてから、うん、だって、うんうん、だってかってなっちゃってたんですよ、うんうんうん、だってそうです、うんうん、あれこれこうなんでしょ、だってってなっちゃってたんです、うんうん、でそれをなんかその同じ画角に入ってるものとしてなんかもうちょっとやりようがあったのかな、うん、スパンスパンってやってほしかったのかなって思って、はい、ああ、でも寺門さんはやりようないですよね、あのシチュエーション。あ、まあそうなんですけど、なんかその画角に入った全員の責任だと思うので。なるほど、はい、なんかそれ、うん、あとでも本人はすごくその、うん、なんだ、面倒見がいいっていうか兄貴肌で私は結構そのプライベートが好きでしたね。これ意外な情報だと思いますよ。あ、そうですか、はい、なんかこの後その事後にお茶を飲んだんですよ、はい、高田のママの事務所に来た時に、うん、呼び出されて、うん、お茶を飲んだんですけど、うんうん、2人で塚越さん2人でですよ、うん、まさかのレアですね。レアですよ。クライアントオアダイを発動しなかったんですか？しなかったですよ。至って普通でした、ね、まあ服装はあの通りこうダボっとした、うん、結構ダボっとしたスーツに、うん、みたいな感じだったんですけど、あとあれですね、帽子かぶってた印象があるんですよね。うん、なんて言うんでしたっけ、ああいうのテキサスじゃなくて、それ無水さんじゃないです。違いますね。無水さんも被ってる。被ってますね、はい。あとなんかウエスタンブーツみたいな履いてた気がするんですよ、ね。それも無水さんな気がするな。いや、それも違います、ね。あ、そうなんですか。多分そうだと思います。へ、なんかおしゃれ、なんかおしゃれだったんですよ。うん、はい。高田のママには似つかしくないかな、はい。ちょっとギンギラしてた感じ。あ、ギンギラしてました。うん、ギンギラ。はい。そういう印象っていうか。はい。これ特にこの話オチがないんで滑るんですよ、はい、でもあれですよ、その映像でやってるあのなんかちょっとポンコツ感が
あるけど。ポンコツカンって言っちゃった。ポンコツカンというかポンコツですよね。あるけど、その、なんていうんですか、その、本性は、本性というか素は結構テキパキしてたってことでしょ。ああ、まあそうですね。なんか、はい、兄貴、兄貴。あ、なんかお会計とかも、うん、いいよ。それね、意外というか。何するみたいな。うん。確かにあの、お店やってるぐらいなんで、ちゃんとしてるんですよね。あ、ちゃんと。ちゃんとしてるんですよって失礼じゃん。ちゃんとしてますよね、普通は。そうですよ。で、僕、塚越さん、本当大好きなんですよ。あ、僕は。僕も好きですよ。うん。はい。あ、皆さんは嫌いって言うけど、いや僕は大好き。いやいや、嫌いじゃない。一言も言ってないです、嫌いって。なんか、薄井さんとはね、仲悪かったって言わせられますからね。相性が分かんないです、いいかどうか、あれは。僕だって塚越さん他の作品でも結構出てます。そうですよね。ハリウッドスターになろうっていうやつとか、うん、いいですよね。出てるし、あと実はスカイフィッシュの捕まえ方の板尾さんと一緒にやってもらったのも塚越さん出てもらってるんです。板尾さんの手下の役で、うん、その時が最初じゃないかな、むしろ。あ、へ、うん、あれはそれはまたあのこうタイミングの良さみたいなのが、良さというか悪さというかタイミングのそういう外れた感じがそういいんですよね。絶妙なんですよ。なんか私もそう悪さって言っちゃったけど。でもそうですよね。狙ってできないもんね。狙ってない。聞いてないとかもそう。うん。ね、うん。なんかこう一回こうなりますもんね。うん、あれはやっぱりそのなんていうか、なんていうのかな、そう本格派泣かせなところありますよね。ああ、うん。本格派はどうの。いやいや、僕が本格派じゃないか。普通の現場だったら、はい、多分 NG 連発になるんですか。ああ、そうかもしれないですね。うん、確かに。まず笑い声で NG ですね。うん、皆さん。うん、ああ、でもそうです。空気感というか、独特のそういうなんか作れますよね。そういう魔王ですね。うん、クライアントは大の時も、うん、何やってんだお前っていうのは何言ってか聞こえなくて何て言ってか分かんなくて言ってんじゃないよお前やった、まあ、とりあえずでも怒られてるんだなみたいな、怒られてるんだなっていうね、あ、うん、あすいませんみたいな感じで、ね、聞いてたんで、ね、あんな上司に説教されるっていうね。そうですね、上司がよく考えた上司だったんですよね。、うん、どういう会社だった。寺門さんにマグマイザー、あ、マグマイザーっていう作品があるんですよ、僕の、はい、それの技のあれですね。マグマイ、どんな技ですか。マグマイザーっていうのはなんだろう、AV 男優の勢力で変身するヒーローなんです。ああ、そうなんですか。こう、この辺からエネルギーをもらうっていう。ああ、なるほど。真面目に聞いちゃったけど。マグマイ。なるほど。はい。ふざけんじゃねえよ、お弁当。女のくせに。そうなんですよ。なんて言ってるか分かんなくて面白かったです。確かに。あと塚越さんがやらされてる感が面白くて、その監督が塚越さんにやらせてることが面白くて、客観的にというかちょっと一歩俯瞰し、俯瞰すると、まあ、なんだろうな、この人やらされてんのに分かんないのかなみたいな感じでずっとカットかかるまでずっと言ってんのがもう面白くて、はい、笑わないようにするので、ね、確かに。台湾人です。台湾の ISC さん。いつもこのチャンネルのネタで日本語を分かるように習います。これは。これさ、300ドルってこれ ?300 ドルってことですか？タイドル。3万とかになっちゃうよ。タイドル。タイドル？あ、タイドルね。みんな芝居うまい。寺門さん、お大事に。ありがとうございます。いやー、お大事に。海越えてますから。ね、本当にすごい。そう、海外でもって言ってましたね。うん、そうなのか、うん。そうそう。多分台湾ドルだと大丈夫。台湾ドル。台湾ドルです。いただきます。こんなもんで勉強する。胸アタックの話聞きたいですね。胸アタックで最初、うん、出てきますね、エピソードが。渡辺さんの内ポケットにペンが入ってて。うん、え、刺さった。で、ドーンってなんか言ったなと思ってて、でもこの人、ここ、多分肋骨のところがとんがってる人なんだなと思って我慢してたら、ペン入ってたんですよ。最初テストの時結構痛かった。マジっすか？はい、一発目で。ちょっともう一回テープ見てみようかな。ペン入ってました。多分それ取ってると思う。取ってるかずらすかしても。うん。あははって言いながら多分ずらしてたと思うんですよね。でも痛かったですよ、結構。出してからやってほしいですよね。まあ、いや、わかんないですけど、でも。ペンだったかなんかわかんないけど、硬いものがとにかくあって、うん、こう縦に硬いものがあって。え、ピンマイクじゃないんですよ。
ピンマイクじゃないと思います。うん、ピンマイク多分ネクタイにしてあったのか。うん、ネクタイに仕込んでた気がする。胸アタックって面白いですよね。胸アタックで痛いですよ。あ、渡辺さん結構がたい良かったんで、硬かったんですよ、骨格が。あんまりでもや思いっきりやっていいのかなと思って。うん、で思いっきりできないなと思ってね。意外と僕も胸アタック好きだな、そういえば。ネタとして。面白いですね。あの、やったらいいじゃないですか。いや、だから暴力の寸前ギリギリっていう意味合いなんですよね。手を出さない、手を出さない、ね、暴力っていうか、そうか。うん、そうか、そうか。うん。確かに。ちょっとリアルに怒ってんじゃんって、確かにそうですね。いや、怒ってないです。でも渡辺さん多分終わったカットかかった後に大丈夫だったとかって、まあ、あの悲劇の時もそうですよ。あ、そうです。あの舞台やろうっていう勝てごめんなとかってこう言ってきてくださって、確かにごめんななんですけど、うん、でも皆さんあのカットかかった後、あ、すいませんでしたとかやってましたよね。やってますね、うん、まあ、内容が内容なんで結構殺すぞですからね、だから最後豚ですからね、うん、本当にね、確かに、うん、でも渡辺さんが言わないと面白くないですね、多分ね。うん。あのセリフ。言わなそうだから面白い。そうですね。うん。ミクシーもな。ミクシーではないのか。ミクジーっていうあだ名になってるんで。あ、そうですよね。うん、ああ、そうなんだ。ミクシー。あ、本当だ。うん、そう、ミクジー。僕も何でか意味分かんなかったですね。あ、それでか。うん、ミクジー。大体、だから山本が出てくると、ネローとかもね。あれですね、早く寝ろとか、あ、寝てないアピール、寝てないアピール、うん、英語タイトル英語字幕でもアップしたし、英語字幕ね、確かにつけるっていうのはずっと考えてるんですけど、確かに、そうですね、海外のこともそうですね、うんうん、一回ガーッとやってみようかな、うんうん、ミクジー、あ、そういう風に書くのね、そうそう、じいさん、じいさんの字、そう、カタカナのミクシーでないのか、ミクシーではないのか、うん。おぶさたいた。腰使う。使う腰。うん。ごぶさたいたしており。なんか寺門さん逆ネタそういえばやってみてほしいんですよね、マジで。急変を一回正統派のやつをまずやってもらって。はい、ははははは。で、ちょっとそれを逆で見て。逆パティーン、なるほど。はい。はい。じゃあまずあの、急変正しい。正しい急変、うん、覚えてるかな、やってみよう、はい、はい、あ、ごめんなさいくれますか、あ、じゃあ、よーい、はい、先輩、先輩、あの辺の山全部先輩のお父さんの山なんですよね。いや、はい、俺の親父じゃなくて、はい、俺のいとこの親父。でもすごいだろ、あの辺の山だって。いとこの親父、うん、おじさんなんだよね、だから。おじさん、おじさん、すごいだろ、山、バーンとおじさん、山、高い、高い山、山高い。はい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 。これが、え、できるかな。これがあの見本ですね。見本。それをじゃあ逆にスイッチする。逆パティ。逆。一回やってみましょうよ。あの辺の山。先輩先輩って、これポイントはめちゃくちゃ一番マックスのテンションから入るぐらいで急に下がるっていう、この落差をつけるっていう、難しいですね、はい、考えたこともなかったんで、うん、そうか、ダメだったらカットしてもう一回、あ、はい、じゃあお願いしますよ、はい、先輩先輩、あの辺の山って、おうおう、でも先輩のお父さんの山なんでしょ、ああ、いや、それはさ、そうじゃん、俺の親父じゃなくって俺のそのな、あのお父さんのいとこの山なんだよね、うん、そう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 、
いいだろ、でもあれ全部だよ、すごいでしょ。え、そこね、ほら山ね、や山ほらね、ほらあ、や高い山が高い高いなって山いや高い山、はあ、山高い高いだろな。はい、ありがとうございます。面白いじゃないですか。そうですか。いやー、これはいいもん見たな。寺門さんの、まあ、なりきれてないな、おっしゃる通り。そうですね。渋くて草、男前で草。寺門さんのあの顔、あんま見たことないもん。そうですね。初めてやった。初めてやりましたよ。うんうん、あんま関係、あ、だからあんま関係ねえんだ。そうかそうか。うん。おやすさんの山なんですよ、ね。うん。あとほら、来た、春プロジェクトさんから。あら。せーの、寺門さん、これは姿向いてるじゃん。1個しか見てないでしょ。1個で向いてない。いや、面白かった、今の。いやいや。見てみたい。いや、でも、もしこれが向いてるとしたら、うん、怒らせる方の人はすごいってことですよね。うん、私でこうやって向いてると思われるぐらいだったら、怒らせる側はすごいよ、やっぱり。なんて、なんて。本物が。いやいや、逆じゃない？そう。なんつうの。できるってことは、おかしいこと言った。いや、あんま寺門さんのそういうの見たことないから。そうですよね。そうですね。なんかイメージとして結構、硬い、真面目なんですかね。まあ、優しい。優しい。うん、優しいっていう感じですね、イメージはやっぱり、うん、優しいか普通の人だったらこんぐらいで怒るだろうっていうところをこれぐらいで許しもう許してくれそうだから怒らせ方のネタが成立するんですよ、あの時間、あの尺、普通怒るだろうこういう人だったらっていう思われないっていうか、ああそういうことですね、うん、怒ってるんだけど受けてる分が長い、受ける時間が長くいけるっていう、うん、結構ちょっとなんか面白そうですね。何も悪いかはできないな、確かにな。別に山がいとこのお父さんの山でもいいやと。いいやまあね、確かにね。そう山をどうしようと思ってたんだよ。別にいいじゃんかよ、いとこのお父さんの山でも。うん、結構すごいいとこのお父さんの山。うん、山何するつもりだった。うん、確かに。逆でやってみたいネタがちょっとまた思いついたら後でやってもらおう。無理じゃないよ、ないのね。無理じゃないやつ。うん。山本くんのネタとして共同って面白い。制服つむなんか野焼きして前借りで5000万で寺川さんのエロス。寺川さんのエロス。エロスか。無理だな。エロスは。エロスは彼ですよ。エロスは恥ずかしい。エロスは多分あの中でも彼しかできないですよ。確かにエロスはそうですね。うん、エロスは無理ですね。うん。うん、ただ汚いだけになっちゃう。エロスとか蹴られすぎは結構中澤さんのそうありきですね。そうですね。シュナイダーとかでも違うと思うな。そうですね。うん、いやどうなんですかね、うん。あれはスーパーすごいよ。いやいやいや。今まで見た演技の中ですごい。うん、そうなん極端な演技の方がやりやすいはやりやすいんだけど、うん、にしてもすごい。いいね、エロスね。あれもすごかったな。挙取りすぎもすごい。挙取りすぎはもうね。エロスはもうコシさんが引いてたもん。そう、痛い目はね、すごく感じてた。うん、確かに。セグハラしない。あ、タメ口か。タメ口ね。タメ口。あ、その間お前何やんのっていう。ああ。で、その間お前何やんの。あ、帰っていいですかも結構やれた。あ、帰っていいですか。あ、帰っていいですか。ゴーホーム。うん。協調。ルーキークラッシュ。ルーキークラッシュはあのまはもう生まれないですよ、ね。ルーキークラッシュは塚越しのもう、あれ最高でしたよね。必殺技ですよね。ルーキークラッシュもやばかったでしょ、現場っていうか。これやばかったですよ。あれ、僕一番好きなネタ、はい、ルーキークラッシュなんですよ。おー、うん。フェイバリット。
やばいです、ルーキークラッシュは。タイミングが、うん、確かに、うん。シャシャリ出てこんでいいまでが、ちょっと間があるじゃないですか。お前には聞いてない、はい、って言った後、ちょっとなんか入れたくなるぐらいの間が。どうせシャシャリ出てこんでいってきちゃう。言うのか言わないのかみたいな。わかんない。いや、言うんだみたいな。お前には聞いてない。男尊女卑もそうか。男尊女卑。男尊女卑もね、いらっしゃったというか、3人で、そうですね、コシさんと3人でネタでしたもんね。これはいいのかなと思いながらやってました、ね。うん。じゃあ、考えた人が。いや、あれはやっちゃいけないことなんで。あ、そっか。そう、怒らせますよ、何とでも言えるよ。反面教師にしてくださいね。こういうことをやらないようにっていうビデオというか DVD として一応、そうですね、手としてはね、まあ、内容を見てくださいよっていうしかなかったですから、ね、あ、そうですね、うん、セリフがもうなくなっても延々やってるからそう、ね、まあ、やらせちゃってるんですよ、僕が。そういうところはありません、ね、怒らせ方って。でも結構大したもんだがねって書いてあります。結構最後の方からいい味が出てきますよね。そう、泳がせてるとね。そう、なんていうのかな、そう、ドライブがかかってくるというか。そうですよね。だから切るとこ結構もうちょっと見てみようかなみたいな。そうなんですよ。いや、内田さんもよく分かってらっしゃいますね。だからもうちょっと見たいんだろうなと思いながら付き合ってる。うん、もうちょっとするとこうヒートアップなんか、ね、なんか温まってくるっていうか。付き合しボキャブラリーが。そうなんですよ。そう、追い込むとグーってこう変なボキャブラリー急なんですね、急、うん、分際だよとか言い出すんでもう困っちゃって困ってからが塚越覚醒モードなんですよ。確かに、めっちゃ、まあ、ご本人に伺ってみてね、うん、あと、でもなんか僕、水野って言ったじゃないですか、一緒に作ってた、はい、で水野から言われたんですけど、塚越さんはもう最後までこの人はありなのかってずっと思ってたって言われたんです。あ、うん。僕だけだったっていう可能性がありますね。いいと思って、あの、いけると思ってたのは。やってる方はどうだった？僕は好きだったんだ。好きだったけど、うん、まあまあ、イライラも伝わってくるし、うん、周りの。うん、うん、あ、まあ、それはありましたね。確かに。なんか別室行かれた時がありましたよね。あ、ありましたよね。ありました。うん、それで僕じゃなくて、はい、水野が連れてってくれたんですよ。はい、そう。で、街だったんですよ。やっぱありましたね、そう。その間何してんだろう、うん、お前何してんだろう、その間何してんだろうみたいに思って、うんうん、そしたらなんか、ちょっと変わって入ってきたんですよ。その演技の内容が。そう。だ、何したんでしょうなんて。あ、いらっしゃるの？そう。で、僕、だから、はい、そう、僕もその記憶あって、はい、水野にもこの間確認したんですけど、あんま覚えてなかったんですよ、ね。そう。で、結局、やっぱ話し合って、水野と話して、あの、ああ、そういうことってなったのは、あのネタはもともと、要するに新人が喋ろうとしたのを、はい、お前には聞いてない、シャシャリ出てこんでっていう、もう2行ぐらいのネタだったんですよ。あ、そうです、だから、多分本当、あの、山本とかが、はい、あの、やるような想定のネタだったんですよね。でもそれを、塚越さんにやらせたかったんです、僕は。うん、ああ、監督が。僕が。で、やらせたらどうなるかなっていうのがあって、はい、で、やらせてみたら、多分ね、確か全然できなかったんですよ。うん、タイミングも違うし、言い方も全然違うし、うん。で、まあ、要するに名古屋弁のイントネーションをやらせようとしてるところから、まあ、間違ってたんですけど、なんだろう、僕がこうやってほしいみたいなのなんかあったんだけど、全然できなかったんですよ。うん、でも、どうしてもやらせたいからっていう話の中で、どういう経緯になったのか知らないけど、じゃ水野と、塚越さんと大二郎かなんかが自主練っていうか、あ、そう、練習しに、そう、練習しに行ったんですよ。で、なんか、こっちはこっちで回してたんじゃないですか、別のネタを。セッティングしてる間とかに。あ、そうかもしれないですね。うん、でも、まあ、連れてかれて練習しに行ったのか、なんか、ちょっと、そのイライラってさっき言ってたけど、うん、イライラっぽい、そのあれで連れてかれたので、ね、一回じゃあ止めてみたいな。やっぱちょっと演技のそのが良くなかったのかなと思って。うん、そんなピリピリまでしてました？いや、でも感じますよ、それ。あれかな、その、それ前日かな、じゃあ。なんか、だっての時もなんか、リハの日じゃないですか。なんかね、だっての時も一回いなくなった気がするんですよ。タイミング悪すぎて。そのなんか、出来の悪い小学生みたいな、あの、連れてかれるみたいな。そうなんですよ。高村さん言った後に何秒も経ってから、だってってやってたんで、そうじゃなくて、受けてだってにしてって。うん、スパチャのプラチナ FD2R さん2000円ありがとうございます。ありがとうございます。
そう、なんか、あ、そっか、多分寺門さん結構よく覚えてらっしゃるなって思って。いや、本当に覚えてる。いやいや、すごい。だから、その、だっての時も、多分全然ダメだったんですよね、最初。そうなんですよ。タイミング全くおかしくて。うん、で、僕が多分何回も、あ、そうです。説明するのに、できないから、いや、だから、塚越さんそうじゃなくて、みたいな。あ、そうなりました。うん。で、僕も、自分でキャスティングしておきながら、そこですよ。なんでできないんですか、これ、みたいな。まずそこですよ。うん。その怒らせ方みたいなことになってますよね。うん、じゃあ連れてくんなよ。結局ね、そこは最初だったんですよ。うん。うん。そうか。でも、だっての時は多分彼は何をしてるか分かんなかったんだと思うんですよ。うん、あ、そうね、趣旨がね。そう、だってって、その人の言ってることだってって伝えてるのは、まず趣旨が分かんない。分かって、あの塚越さんは基本的に全部分かってない。分かってないですね。うん、だって、ダンソンジョギも、なんであんな嬉しそうに。あ、まあそうか。確かに。すごいよ。みたいな、あのテンション違いますもんね。なんか意地悪というよりもなんか変な感じになってるんです。そうかそうかそうか。変な感じ変な感じ。あ、そういえばそうか。うん、でもなんかそうやって僕がなんかあんまり言うと塚越さんをすごいディスってると思う人もいるかもしれないですけど、いや逆ですよ。逆、うん、逆、うん、だからできないもんね、うちらやってるからできないやつやったもんね。だし塚越さん自身もすごいなんて僕が自分で言うのもなんですけど、慕ってくれるんですよ、僕のこと。ああ、慕いそうでも。監督って言って、うん、ありがとうございますみたいな感じで。なんかまあ、僕がめっちゃ笑ってるし、うん、なんかみんな喜んでくれてるから嬉しいみたいな感じだと思うんですけど、ね、うん、うん。だから結構、お互いなんていうか、好き同士。そうしそうあれ。でもなかなかいない逸材ですよね。いや、あれは逸材ですよ。なかなかっていうか絶対いないと思う。いないですよ。もうあれで僕世界行けると思いましたから、ね、うん、よく見つけた。よっしゃ、これで俺世界行けるわ。よく見つけたなと思う。いや、でもあれは本当にすごい。うん、よく見つけたなと。うん、あと使いようですもんね。そうだからね、本当にもう何発かしか出せない技みたいなもんで、うん、肩壊すからみたいな。だからそんなにいっぱい出てないんですよ、塚越さんって。あ、確かに確かに。7、8本じゃないかな、うん、でも出た時すごいですよ。すごい、ね、出た時ものすごい大爆発です、ね、大爆発を起こすっていう。だからルーキークラッシュの別室行ってすごい機械的な覚え方をして帰ってきたんですよ。なるほどね、こう言ったら。それは水の式みたいなところがあって、もうこう言ったら、こういう、なんか言葉の区切り方だけめっちゃ教えたって言ってたんですね。区切り方だけちょっとなお、もう違うから、どう考えても。だから間が空いたの。そう。ね、アメリカから。アメリカ、ミッドナイトさん。アメリカより寺門さん、半月板を大事に、夢のようなライブ、ありがとうございます。タブラオラーの塚越さんのアイコンが。あのね、加工全部統一されてる。あれはやばい。大きくしよう。印刷しよう、うん。さっきみんなでタブラオラ行こうかぐらいの話してたんですよ。そうそうそう。しかも抜き打ちで。抜き打ちで、うん。タブラオラってもう、あれですもんね。普通に使ってますもんね。結構みんな覚えちゃってる。結構現地は結構大変なことになったりしないでしょ。やっぱコロナで大変なことになってる。休んでるんですか。そう、平日はもうやってなくて。でも現地に巡礼してる人とかいないんですか。聖地見ちゃいませんか。だってタブラオラってどこだろうって調べたら、ね、多分出てくるんで、うん、まあお店なんでお金落としてくれたらいらっしゃいか。そうか、そう、喜んで、むしろ確かに、うん、迎えてくれると思うんですよ。そうか、いらっしゃいませか、うん、って普通に言われそうで、うんうん、まあ、社交性あるしな、うん、そう。うん、あれ、そういえばこの間 T シャツ見つかんの。見つかんない。見つかなかった。うん、ああ、なかったですか。でも、うん、そう、でも、今度、ちょっと引っ越すんで、その時に出てきたらなと思ってますけど。ああ、総ざらいして。引っ越すの？どこへ？引っ越すの？言えない。ここで言えない。言えない。言うかなと思って。言えない。なかったんだ。あれ、結構良かったんです。そうなの。何の T シャツだろうなと思いながら、ずっと。ね、T シャツ、ラッキーデイラブ T シャツね。なんトレーナーみたいな。うん。そう、ロン T だった、ね。何なんだろうな、あれな。そう、あれ、今日僕、自分で T シャツ買ってきて、うん、ラッキーデイラブって書いて出ようかなと思ったんですよ。はいはい。ネタで。迷ってたらやんないとダメですね。そうですね。作りましょうよ、ラッキーデイラブ T シャツ、ね、作りましょうね。はい、ね。あれ、商標じゃないの、あれ自体。全然違うじゃない、多分。うん、
って見ないでしょ、別に。見ないね、確かに。なぜあれを買ったんですか、いや、なんでだろう。普段着ですもんね。あれだけ。そう、あ、そうか。なんで買ったんかな。でも、絶対、あの、多分オーディションとかで、はい、オーディションか、そのオーディションの後、写真とかで、はい、私服のバリエーション送ってもらって、はいはい、これ着てきてくださいって。そうです、そうです。指定してるんですよ、はい。そうで来たんだ、ね。うん。じゃあ選んだ自分。そう。うん、あれ選んだ順っていうか、その何着か多分候補で写真を送ってもらって、これって言ったと思うんですよ。うん、あのして、もうこれ絶対これは着てきてくださいって。そのなんか、じゃあ着てきてほしかったということ。そうそうそう、ラッキーで。その多分、私服のバリエーションをいただいて、写真か何かで。で、僕らが選ばせてもらったと思います。さすがにいきなりそれでドンはないと思うんですよ。ああ、それもそうです。うん、バチャがね、作っていいのか、作ったうん、買うかな、みんな。買いませんかね、どうなんだろう。値段によるっていう。あ、確かにそうですよね。うん、そりゃそうだ、うん。別にね、それで利益出そうっていうんじゃないんですけど、そうですよね。あれ、街中で着てるやつ見かけたらめちゃくちゃ嬉しくないですか。いや、嬉しいです。そうかもしれない。めちゃめちゃ嬉しい。ラッキーで選ぶ。はい。うん。誰か先行して作っちゃったりしないでしょうね。ああ、ファンがいますよね。そう、今 T シャツね、いるかもね、確かに、うん。3000円ぐらいなら買うって。うん。なるほど。いや、全然ありだと思う。ありですね。うん、そうか、3000円も結構。なかなかだね、なかなかね、うん。あれ、しかもなんか微妙にロンティーです、ね。ロンティーなんですよ、そう、ロンティーです。ロンティー。それがいい、面白いかもしれない。ロンティーだったんですよ。あれ、普通の T シャツだったらもっと着やすいですよね。そうですね。ロンティーってあんま着ないですもんね、そもそも。そうですね。うん。あんま着ないですね。そう。T シャツじゃダメかな、ラッキーで選ぶ。いや、 T シャツでもいいんじゃないですか、ね、うん、グッズだから、うん、皆さんが着やすい方が。でもあれ1点ってことはないよね。他にそれ、うん、その種類の何かを持ってる人いる？ラッキーディラブ絶対いないですか。そもそも存在してるって方ですね。どっかで売ってた、メルカリとかで出てこないのかな。でもラッキーディラブで検索者出てこない。何の話ってなりますか。あ、ラインスタンプ、ラインスタンプね、多分できると思うんで。本当ですか。うん、楽しみ、進めていきますし、できることになったらちゃんと告知します。お、いいですね、うん、楽しみ、うん、なんかね、でも LINE スタンプってあの写真使うとなんかすごいあのハードル上がるらしいですよ。へ、でもなんかそれ見て確かにと思って、だって普通に僕が嵐の写真でスタンプ作ったらやばいじゃん。あ、そう、確かにそうですね。だから一人一人許可、なんか書類とかもらわないといけないかもしれないです。ああ、なるほど、うん、なるほど、はい、手続きが、うん、コメント見ます。寺本さんかっこいいって。いや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 、うん、よく見てくださいよこれ。マジか、やった。おー、のりあきのスタンプは、あ、だからのりあきもね、その怒らせのシリーズとして島村アリスト、あ、島村アリスト だけで選ぶ、普通にあったりして。そうなんですよ、ね、どこで買ったかも覚えてないってこと。全然覚えて、だってもう十何年以上前だからね。これ40種類、8の倍数のなんですよ、スタンプって。はいはいはい、ネタをどう選ぶかね。ああ。まあでも、もう入りきらないぐらいあるもん。ありますよ、それ。うん。使い越しスタンプとか欲しい。確かに、シャシャリ出てこない。お前には聞いてない。絶対使いどころ、LINE でも使いどころある、ね。いっぱいありますね。自分から振っといて、あと黙ってとか。黙ってとか、そうですね、うん。黙ってはスタンプ使いたいよな。そうですね。お前には聞いてないの。ジントニックさん、ありがとうございます。渡辺さんご存命ですか。ご存命ですね。渡辺さん生きてらっしゃいますね、はい、皆さんご存命ですね、うん、もらい捨てお願いします。もらい捨てできるもんね。もらい捨てやりますか。じゃあ2人やりますか。はい、あ、クリス君思わぬ打診が。よし、一個だけ出すのどうやってやるの。これシャカッと、はい、どうぞ。あ、これ食う、うまい。え、いいんすか。いいよ。あ、そうだ、いただきます。すいません、うまい、はい、なかなか出ない。あ、あれです。あ、いいですか。いただきます。すいません、いただきます。って感じですね。やっぱ飴の
雨のあの勢いってありましたね。確かに。雨の音と、あと壁に跳ね返った音。うん。ブホって結構すごかったじゃないですか。ポンって。うん。まあ、吐き方上手だった。ポンってなってた。フリスクより雨の方が多分ね。うん。できない。雨の方が、なんか他のものやってみる。もういいんじゃないですか。得意もんじゃないやつ。あの、でも雨は、音大ヒット。大ヒット。うん。あの八つ当たりの椅子と同じぐらい。音としては。やっぱ音大事、うん。音大事、ね。音は確かに大事、ね。音がその間を引き立ててくれるんですよ。シーンっていう。ガチャガチャですもんね、あの椅子ね。うんうん、ブホってなった後、跳ね返ったの覚えてる？覚えてる覚えてる。細かい。結構近くまで来たね。カロンガロン。カロンガロンって結構近くまで来たね。そうなんだ。そんな話は。すごい細かい話ですよね、そういうの。あ、そうですね。うん、まあ、フリスクはちょっと弱いかもって書いてある。その通りですね。やっぱね、結構大きめの雨だったんですよね。結構、うん、パンって、うん、パンっていい音しました、うんうん。この最後のパーンぐらい言う、うん、あれもすごい音しましたね。うんうんうん、やるな。音大事、うん。音大事。あ、チャック開いてるに見えちゃった、俺。開いてはいいな。ちょ、俺かな。俺のこのあれが。開いてんじゃん。開いてないよ。開いてない、うん、あ、裏地か。うん、裏地。これなんか面白い作りになってる。あ、そうなの、うん、今東京ではこういうの流行ってない。そう、東京ではね、こういうの流行ってない。こんなにたくさん流れるんだ。いや、そう、本当にすごいんですよ、ね、チャットが。名前間違い。名前間違いさえね、冒頭にね。寺門さん、こんばんは、こんばんは。無理っす。記念で。無理っすって何？無理っす。無理っす。あ、無理っすも。渡辺さんだよね、無理っす。うん、無理っす。無理っす。私は誰だと思ってんのかね。それ違うか。あれ、それ違うか。ん？私は誰だと思ってんのかね。わからんだ、それ。無理っすじゃん。ああ、ありましたね。不明。不明だ、不明。何時に来てんのかね。わからん。そうそう、あ、そう、顔だいぶ白くなったな。ね、あの時そう、撮影してる当時、結構あの野球とかビーチバレーとかいっぱい行ってたんですよ。うんうん、で、真っ黒だったんですよ。結構そうですよね。で、日焼けしてんのと白いのとみたいな感じでおっしゃってた。うん、そう、さっきそれ、はい、僕もさっき初めてっていうか聞いたんですよね。あんまりなんか映像的には良くないんですよね。あの、うん、日焼けしてる人と白い人がいるとカメラとか難しくなったし、ね、確かに、ホワイトみたいな。結構だ、日焼けすぎと怒られる、割と怒られてたし、白いとは結構言われる。言われますね。ああ、そうなんですか。そういうの。それ、その話ちょっとしてあげてもらって。面白いですか、この話。いやいや、なんていうか、その意外な、僕も忘れてた話。それでだから、うんうんうん、オーディションにいらした時に、はい、私真っ黒だったので、うん、怒らせる方は多分意中の人まだ分かんないんで、僕は中澤君だったので、はいはいはい、多分白い人だったのも知ってて、うん、黒い人だ、うん、黒い人と白い人でいいんじゃない、コントラストでいいんじゃないかみたいなことを僕が言ってたって、はい、おっしゃってました。へえ、はい、で現状その現場に行った時に、うん、僕黒かったじゃないですか、うん、で白かったじゃないですか、うん、だからそのまあ対比がみたいなことを、うん、へえ、めちゃめちゃよう考えてますね。誰が考えたの？あ、でもそう、そういう感じだったんですよね。うん、そういうの面白いですね。全く覚えてなかったんで、そういう話は。ああ。本当よく覚えてる。うん、結構覚えてます、さっきから。それだけ何もしなかったってことなんだ。いやいやいや、それ嬉しいですよね。なんかこぼれ話出てくるんで、こぼれ話一個一個。本当に、うん。こぼれ話すると滑る。いや、滑ってないですよ、全然。滑ってない。別に、その、情報ですから。あ、情報。はい。一個一個なんかあるんじゃないですか、これ見てったら。この時こうだったみたいな。ああ。あ、これちなみに私と中澤君が絡んだところのサムネイルですね。うん。ああ。どうですかね。これでも塚越さんって結構イケメンですよね。あ、そうだと思いますよ。ね、多分若い頃い、うんうんうん、モテそうな感じですよね。うんうんうん、確かに。あ、大和田、
音肌、うん、あ、関係ない、中田さんじゃなかった。山本さんかな、うん、音肌の時の財布、これ私の財布ですよ。はい、自分の財布を拾ってやって、山本さんに怒られるみたいな。うんうんうん、なんかちょうどいい財布ないっておっしゃった。そしたら私の財布が、あ、じゃあこれでいいや、みたいな。だからこれ私の財布なんですよ、実は。自分の財布拾ってやってんのに怒られる。面白い、その情報。本当覚えてますよね。シュナイダー山本さんに電話してチンピラ思考やってもらいました。チンピラ思考も最高ですね。はい、まず殴ろうって、うん、言いたくなる時ありますもん、ね、殴ってから考えよう。殴ってから考えよう。言いたくなる時ある。ジントニックさん、スタンプはボイス付きですか？ボイス付きも作りたいですね。あ、音声で。よろしくお願いしますよ。絶対に待ってますからね。ホイホイさん、こんばんは。こんばんは。ホイホイさん、うん、なんか、はい、ああ、うん、あ、しょうもない、あ、しょうもないか、うん、しょうもない、しょうもない、あ、ちょっとそれ取ってください。しょうもない、しょうもない、しょうもない。結構いいな、これ。あの、ちょっと話変わるんですけど、はい、寄ってくるおばさんとかいたじゃないですか。接近とか、はい、あの時に出てたおばさんの衣装ってのは自前ですか？俺自前です。基本全部自前です。そうなん。結構ピチピチだったから、ね、はい。結構ピチピチでしたよね。あの、花柄の子。メガネかけてる方の人は普通だったけど。うんうん。え、なんかこれビートたけしのモノマネしてくださいって。ああ。ビートたけし得意じゃないですか。ああ、なんでしたっけ。たけし知らないの？無知だ。うん。無知。ああ、無知。ビートたけしのモノマネしましたっけ？たけし、どんかんこの野郎。ああ、たけし知らないの？うん。たけし知らないの？たけし。どんかんこの野郎。たけし、何たけしですか？たけし。ビートたけし。ビートたけし。どんかんこの野郎。え、ハーフかなんか。たけし知らない。たけし知らないです。え、ビートたけし。ビートたけし。え？テレビってわかります？テレビ。え、テレビ、え、家ないの？テレビはないです。え、あの、さっきからちょっとずっと気になってるんですけど、これなんですか、これ？これはまあブレスレット。ブレスレット？アクセサリー。アクセサリー。アクセサリー。アクセサリーってなんですか？アクセサリーって。まあ、したりしないのなんか飾るんですか？飾りだよね。飾る？なんで飾るんですか？なんのため？おしゃれ？うん。おしゃれ？おしゃれ？うん。って感じ。やるな。仕掛けてきた。やるな。やられた。遠藤さんっていう方は、はいはいはい、よく分かってやってらっしゃるんですかって質問で、大二郎だから乗り焼きと脇名国と大二郎、遠藤君は後輩です。はい、ああ、なんか遠藤さんのあの例えばルなんだ戦力外の時とかに、はいはい、やられる側の遠藤だよとかって言って、はいはい、その後にカットかかった後に結構ツンってしてたんですよ。だから、マジで切れてんじゃないか。こいつ知っててやってんのか、もしかして知らないのにこんなやられてんの。いやいやいや、知ってます。大丈夫ですよね。そういう、本当に怒ってんのかと思って、心配だった。ああ、そういう、全然怒ってないです。ああ、よかった。うん。あることびっくりした。真面目にやってるだけですね。あ、そう、うん、緊張してるとか。あ、そっかそっか、真面目に。山本と大丈夫も別に、顔見知りなんで。あ、そうそうか。うん。なんかマジで綺麗なのがその後別に運でもないけど住んでもないんで二人こうパッと別れちゃったんだよね。しかも大二郎と遠藤大二郎と範明と脇名国とかその辺は AD もやってましたもんね。あ、そうなんですよ。AD で映画考えたんで申し訳ないこと。いや、申し訳ないです。AD が出てるだけなんで逆に言うと。あ、まあそりゃそうですけど、はい、覚えなきゃならないこともたくさんあるでしょ。まあでもそうですよね。もうその皆さんからしたら一応演者として対演者として接しますもんね。そうです。はい。うん、そうだったんだ。じゃあウイウイしかっただけですね。もちろんそうです。だから、うん。なんかマジで切れてん。ああ。普通に知らない役者さん同士であれの。役者だとしたらそう思っちゃうかもしれないですね。はい。うん。そうですね。うん。
事後のこういうコミュニケーションはなかったので、だって遠藤だよって言われてるんですよ、ね、だから僕の説明不足ですすいませんいいえそれがまた面白いと思うんですよ、うん、今高村さんに会いたいですね、うんうん、高村さんのその聞きたいです。高村さんがやられるところが一番面白い。なるほどなるほど、うん、高村さんはね連絡先がまあ探せば出てくると思うっていうレベルですかね、うん、なるほど。やってらっしゃらないのかな。もうやってはいないと思いますね、うん、多分光栄ですもんね。同じ事務所だったんだけど誰ももういないみたい事務所には。キョドリスギ本当大好きです。ワンコ AJ 隊。ありがとうございます。キョドリスギは本当すごかったね。あの、青筋が見えて大丈夫と思った、うん。ちょっとあれは本当に体を追い込む技です、ね、そうですね。追い込んでましたね。酸欠みたいな、ね。なってました。俺もギリギリまで葛藤。なんかね、なんかフレーズが、あの、決めてたフレーズが出なかった。出なかったですね。なんか、なるほどねとか、なんか決めてたやつが出なくて、多分カットかけなかったと思うんですね、あれ。なるほど、うん、そっか。あ、そうだった。出なかった。結局出なかった。で、出たとこでかけたと思いますね。出てちょっとして。だっての時の寺門さんの表情好きですって聞いてますね。うん、ゾンビトンボさん。うん。だって、やられてる時って、うん。さっき塚越さんにちょっと申し訳なかったって言ってたやつ。ああ、だって。だって、いや塚本さんは悪いわけではないんですけどね。まあね。だって、趣旨がね。脇南さんのこの時床がめぐれたじゃないですか。はいはいはい。あれ面白かったです。面白かったですね。はい、床めぐれて笑ってましたもん。床めぐれてんの面白かった。だんだんちょっと、うん、あのだんだん来てる中澤君の時もそう。だんだん広がってきちゃって大丈夫ですって。でももう怒る方も言うことがこうあんまりこう限定されてきちゃった。うん、まあ毎回同じですからね、結構シチュエーション遅刻とか、はいはい、お前ほんとまずいよ。まずいよ。みんなめちゃくちゃ怒ってるから。そういうのも結構なちょっと足りなかったなボキャブラリー。ああ。そうね。投げ渡し。投げ渡しね。投げ渡しはあれは意図してない角度。なんか角度の投げ渡しの角度のことを。うん。おっしゃってる方がいらして、あ、そうですか。こう、うまい具合に取ったみたいな。うん、高村さんがうまいこと取った。腕取った時にちょうどそのなパッケージの正面が来たみたいな話を、うん、どっかで聞いた、多分見ましたか。どっかで見たことがあって、この今回のじゃないのかな、うん。どっかで見たことがあって、投げたじゃない。うん、投げましたね。で、それうまく回転してこう受け取った時に。うん、ちょうどこう、全然あもう完全に偶然ですね。そんなの覚えてる人いないですか、ね、あれでも一発でしたもんね。一発、うん、遅刻イコールやる気理論すごあ言ってた。あ、確かに確かによくこんな細かいの見てんね。確かにそう、ね、何遅刻イコールやる気理論って。確かに寺川さん言ってましたよ。言ってた。遅刻イコールやる気だから。やる気あったら遅刻しないだろ。やる気あったら遅刻しないだろ。勉強してた、言ってました。開脚か。なんかの時に言ってましたよね。脇南国さんに言ったのかな、うん、それとも、どっちだろうね。うん、まあでも、鍵回しとかあの辺全部遅刻系。あれ違う、遅刻系統の起こり方。うん、遅刻、あ、そっか、やる気が遅刻した。遅刻イコールやる気理論。よく見てくださってますね。本当に細かいところすごい。本当に、うん、ね。いやー、もっと私たちももっと見なきゃダメだなこれ。確かに覚えてないこといっぱいあるからな。いっぱいある。ある意味全キャラに愛されて甘えられてんだよな寺門さんは。そうですね、うんうん、甘えられてる私がってこと、はい、うん、あ、そんなことはないですけど、誰かのお宝暮らししてるそれはそれは、あ、川村本部長に会いたかった時はなぜ上田、あー細かいね、転職したんですよ。いや確かに全部基本
本名っていうか中澤寺門なんですけど、はいはい、ウィスパーとか、はい、あのウィスパーとか外見状態プラス出したかって、あの辺のはあの本編の中の見本みたいな感じで出てくるんですよね、あれ。あー、そうか、はいはい、でそのビフォーアフターになってるんですよ。あーあー、最初の外見状態出しの最初の普通の2人のやり取りっていうのもあるんですよ。あります、あります、はいはい、でこれに外見状態出しを使うとこうなる。あ、はいはい、なんかちょっと設定を説明するみたいな作りだからだったんだと思うんですよね。あ、なるほど。あんまり深く考えずにやってたかな、その辺は。うん、真ん中にその教授のレクチャー。そうです、そうです。じゃあ見てみましょう。うん、そうだ、そうだ、そうだ。そういうこと、うん、だあれに関しては役としてやってたっていうことですね。そうですね。まあ言えば。そうだ、ありがとうございましたって言ったら、ちゃんといい見本もやりましたもんね。そう。黙ってもやらない、普通に郵便局の場所を教えて、ありがとうございますって言ったら。どういたしまして。あれ、お二人が最初に会って、最初にやったネタが黙ってる。黙ってですね。あ、じゃあもうあのメイキングのあれはもう、本当に出会った時の、そうだと思います。そうだと思います。あれスタートだったよね。そら確かね、そうだった。スーツより私服だったっけ、最初に。交番的にそうだと思う。外から撮って、そうですね。そうだった気がする。接近とか、裏切りとか、はいはい、撮ってから中入ったと思うんで。うんあれがじゃあお二人の初顔合わせ、そうですね、いうことですね。あのもうほぼじゃあその流れでやってるってことですか。そうですね。ですね誰だろうと思いながらね。本当に初めまして、今日はよろしくお願いします。今日からいきなり黙ってるね。本番行きましたらお願いします。そうだったんだ。そうです。はい。そうですね。うん。うん、あ、すべてのやり取りには物語みたいなつながりはあったんですか。あ、これね、そう。別にコメント欄とかで確かになんかすごいそこら辺を掘り下げてくれてる人がめっちゃいて面白いんだけど、特につながりっていうのは設定上の関係性みたいなのはあるけど、この人この人先輩後輩とかあるけど、いや物語はなかったんですけど、それをつなげてくれてるのがすごいおもろいですよね。あ、確かにね。なんかこのトナサマフレッシュマンの後これがあって、なんか廃人になって今日飲みすぎになるみたいな。そうだ、ここでゴーホームで採用、あのあれを姿を見て採用されたとか、つなげたら確かに面白いかもなって思う。そうですよね、想像でこうつないでくる、想像で隙間を埋めてつないで、素晴らしいな、遊びをしてるんですよ。そういう見方をしてくれてるのが面白いですよね。でもありえますね、つながりますよね。あの、変な矛盾がないようにはしてると思いますね。なんか、このキャラはこういうことしないだろうとか、言わないだろうとかっていうのはあると思いますけどね。あと、まあ、これは最近あの説明した話ですけど、怒らせるプレイヤーは絶対に同じ画面に収まらないというか、ああ、そうですね。共演しない。ルールとして。うん、そうかそうかそうか。だから結構あの、未公開の中にもそういうのがあって。うん、そうですね、やっぱ取ったけど、やっぱこれはルール上なしにしようみたいな。うん、2ブロックって今の2ブロックってなんかちょっと違うみたいね。ここ全くない。そう、あの、そうで、ちゃんと被ってるっていうか。あ、そうなんだ、うん、2ブロックってあの時寺門さんしてたけど、その前にちょっと前に流行りましたよね。流行りました、流行りましたね。渋カジスラムダンクとかでなんかあ、そうですね、両太郎と前になって渋カジって見なくてどうなんですかね。渋カジって今知らないですか。知ってます。あ、知ってますよ。そうですよね、うん、渋カジの時ツーブロックでしたよね、皆さん。そうだったんですかね。うん、そうそう、違うんですか。どこか寝なかった結果壊れてきたもん。そうそう、この結果こうなったとか、うんうんうん、あれ確かに物語で順番に繋いだら面白そうだな。確かに、うん、うん、居酒屋の新ネタも普通に面白かった。中澤さんが痴漢の駅に来させるやつに行けないんでしたよね。あ、集団ダウト、集団ダウトですね、したやつ、うん、昨日のやつ、うん、なんかでもあれも、まあ、僕は怒らせ方の世界観とちょっと違うなと思ったんですよ。あ、ちょっとなんか普通のドラマみたいになっちゃってるっていうか、はいはいはい、やっぱり怒らせプレイヤーが一緒の画面に収まるとちょっとね、なんか安くなっちゃう、うん、それぞれの価値が、うん、あ、なるほど、大物感っていうか、出し
惜しみというか出す。そう、なんかやっぱそれぞれが、なんていうんですか、大御所扱いする、はい、ことによって、全員がキャラが立つっていうか。確かに。うん、あれって私、後から入って、ちょっとまだ見てないんですけど、後から入ってきて、あ、そうです、みんな噂してるんですよ。何とかみたいになる。で、2ブロックっていう特徴をコシさんが言って、そう。で、ピッて。2ブロックみたいな、うん。もう2ブロックってだけで、あれか。塩かけられるっていう。そうそうそう。あれね。集団ダウトのような怒らせ役が複数人なのはあまりないのでしょうか。そうそう、ないんですよ。だから、あれだ、うん、あれと、あと、怒らせ役が、二重なめっていう。二重なめ、そうでしたね。のぐらい。僕と山本さんの。コピー。あ、そうそうそう。そう、あれと、あとはアイコンタクトはそうですね。あ、アイコンタクトそうですね、一応。うん、俺とワキナグリン君で。中澤はワキナグリンとかで、はい。あ、そう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 。ワキナグリンだけは、一応、あの、自由っていうポジション、ね、誰とでも組んでよし。自由ですね。将棋の駒でいうところの、そういう変な動きできる。うんね、当時の役者さん呼んでトークするシリーズは寺川さん最後になる感じですか。いや別に決めてないですけどね、うん、あと結構呼びづらい人が多いですよね、地方にいたりとか。そうですよね、うん、行かないとダメですね。そう、行かないとダメなんですよね。うん、けしかけ先輩の彼女ってブサイクですよ。あれも青筋、あーあれね、強調青筋系だ。うん、本当にってやつね。いいね。懐かしいね。権威主義も、そう、権威主義はだからあれは権威主義、権威主義っていうのがあると脇長のり焼き、あれお互いが怒らせてるってよりはあれはのり焼きの方が怒らせ側ってことなのかな。権威にこびへつらうやつっていう、うん、急変するやつっていう、ビールやるやつ、そうそうそうです、そうです。協調好き。協調。協調。いや、ほんとぶっさいけですよ。先輩。ねえ、彼女。ぶっさいですよね。さ、言うなよ、そういうの。ええ、分かってます、すみません。それ分かってますけど、でもほんとぶっさいけですよね。お前さね、いるんだよ、ここに。あ、そう、あ、そうですね、すみません。でも、そう、それ分かってます。でも、ほんと。それムックサイクですよね。ムッカサイクって言っちゃいましたが。噛んだし。噛みましたね。そんな青筋立ててまで言うことじゃない。いや、青筋僕も立てたくないです。立てたくないですけど、でも、めっ。ちゃぶっサイクですよね。あー、ブサイクだ。はい。すごいね。すごい。そう、噛んじゃいましたけど。ちゃんと。噛んだし。噛んだし。噛んだし。海洋圏みたいって言う。海洋圏。海洋圏。噛んだし。アメがすごい。流れを覚えてるの草。噛んで NG にしなかったですよね、あんまりね。もっと普通されるんですけど。渡辺さんはもうほぼほぼね、何言ってるか分かんないけどね。噛んで NG がなかったから結構心配でしたね。なんかそのなんだろう、うん、そこが大事じゃないですもんね。あ、全体で良ければそれで、うんうん、自然な感じがほぼ噛まない。でもほぼ中澤くんほぼ噛まない。噛まないですね、はい、私が甘い時がある。今久々噛んだの見た、ね、噛んだと思って久々噛んだ。印象に残ったアドリブはありますか？アドリブなんかしました？他の人のアドリブとかかな？あ、全般に？うん。でも言うてアドリブっちゃアドリブですもんね、割と。うん、ああ、まあ状況だけ説明されて、そういうの、うん。で、言い方はこうやって言ってほしいが決まっててとか、このワードだけは言ってほしいが決まってて。うん、アドリブか、あんまりアドリブというところはなかったかな。そうですね。うん。ラインスタンプは頑張って
作りますんで、はい、樹海さん、はい、寺門さん最高、うん、ええ、あでもアドリブっちゃその青筋アドリブですよ多分、まあまあ、セリフに載ってなかったです、青筋立ててまでっていう、まあ、自分の方でもおかしいけど、ああそうですね、うん、確かに。サンジ君も結構好きだった。あ、サンジ君ね。サンジ君ね。にらまれたら歩けねえ、歩けないですから。サンジ君。サンジ君結構好きですね。なんでサンジ君ってしたのか僕も分かんないですよね。誰かなと思いました、サンジ君。うん、あと、あの、なんだっけ、それ俺だからのやつで。俺だわ。陣野さん、陣野先輩、陣野さんって誰ですかっていう。陣野先輩って僕らの先輩でいるんですけど。すいません。よく陣野先輩っていうのは、僕いろんな作品で使うんですよ。怖い先輩、うざい先輩の代名詞として、それ陣野さんに言うぞとか。ああ、そういうふうに使うのか。陣野さんってすげえよなってことですよね。うん、誰だろう、陣野さんって思いながら。なんかそうです。本当にそういう先輩がいたんですけど、うん、それ俺だから、うん、結構俺だよ。山本さんもでもどっちかというと滑舌よりもこう雰囲気で面白いです、ね、そうですね、はい、うん、少し本人のキャラクターを生かしてるという最高ですね、うん、キャラ立ち方がね、うん、本当にキャラ立ちして、うん、でも多分ですけど、あの怒らせ方のうざいシュナイダー山本、あれと本人全然違うじゃないですか。違いますね。違う、なだからちょっと矛盾してるんですけど、彼のキャラを生かしてはいるんだけど、あんなやつではないっていうか、確かに。どうすればいいんだろう。だから、多分彼は別にそんなフレキシブルに芝居ができるタイプではないっていうことですね。あの一種類しか多分できないと思うんです。でもきちっとしてましたよね。あのその、まあ、段取りとかもきちっともちろんですけど、はいはい、きちっと見て、うん、あ、分かったみたいな感じで、さらっとやってました、ね、うん。そうですね、はい、うん。そうか、役者さんではなかったの今知ったんですか。いやいや、今知ったというか、でも役者さんのそのやってる子やってもいるんだろうなと思いながら。ああ、やってないです、やってないです。あ、やってないんだ。やってないです、やってないです。なんだ、あの、でも、興味喪失とかの、目の。上手ですよね。無言で、あの、あ、結構開けて、見ないで。見ないで飲むっていう。高難度の要求に。はい、かなりそうですね。うんね、付き合いが長いから通過で分かってる部分も結構ある。あ、そうですね。あ、そうですよね、うん、確かに。もうすぐ2時間なんです。あらあら、そんな時間、うん、あ、本当だ、もう10時なんです。そうだ、すごいですね、あっという間に。大体こんな感じでふわっと終わっていくんです。あ、そうなんですか。たくさんのコメントが来るんですね、びっくりですね、うん、本当にね、ありがとうございます。東急ってすいません。ヘビー。ヘビーですね。なるほど。終わらんで。なんかね、他の人ので言うと、だから、のりあきは山形にいるんですよ。あの、高橋の。のりあき。のりあきさん。実家が山形なんで。うん。で、脇名国は沖縄にいるんですよ。はい。はい、で、腰。星さんも実家の方にいて、うん、地方にみんながいるんで、まあ関東で近いとすると、もう五市塚越しになるんですよね。あまだ呼べる範囲で、はい。でももう70 でこのコロナのこともあるから、ちょっとね、どこまでやっていいのかってちょっと迷ってるんですよね。やっぱうちらがマスクして向こうに行くしかないんですよね。うん、そうですね。うん、ルーキークラッシュはやってもらいたいんで、あの大二郎は連れていかないといけない。そうですね。そうですね。確かに遠藤さん連れていかないと。うん。見たいですもん、僕もやっぱ個人的に。見たいです。見たい。ルーキークラッシュも見たいし。うん、見たい。地方に行くのか。地方に行けば行く。うん。各地に散らばったり。そんななんかドラマ性ありますね。ドラゴンボールみたいな感じ。少しずつ集まって。脇名国不人気くそ。あ、そっか。脇名国とかね、呼びたいよね。塚越はしゃしゃり出てこんで歩いて。
皆さんまだ俳優やられてるんですか。だからもともと俳優じゃないんですよ、何回も言うけど。発見伝かい。アベンジャーズ、そうだから最後のあの集団だとちょっとアベンジャーズ感があるっていうコメントですね。うん、そういうコメントありましたよね、うん、確かにあのやっぱ同じ画面に収まらない本来人たち、うんうん、それだったもんね。それこそやるんだったら全員収めたいですよね。確かに確かに山本さんもいいですね。全員技みたいな、うん、全部食らうみたいな。あ、それは面白そうですね。確かそれはあるな。でもなナイツオブラウンドっていう感じで次から次へ出てきたモンスターを切っていくみたいなね。面白そう。ああ、みんなに会いたくなりますね。いや、そうなんですよね。同窓会的なね。うん。そうですよね。うん。それはなんか、いつかっていうか、近いうちにっていうか、まあ、ちょっとコロナのやつを見ながら。そうですね。その辺が落ち着いてから。ちょっと企画 しますので、って僕が、まあ、僕だよな。そうですね。僕もね、やっぱ会いたいですね。さすがに、なんかこう。会いたいですよね。うん、まあ皆さん元気なうちに。まあまあやがてそういうことは起こりますからね。私確かに、うん、何十年後かは分かんないけど、そんな感じで、まあ今日はこのツーショットって本当にね、やっぱり一時代を築いた。なんかお二人で話話ですか。話でも最近もすることもないもんね、話もね。そうですね。最近、なんか旅行とか行った旅行ですか。あ、そういえばね、あれなんですよ。まあ、ちょっと大阪の方に行ってたんです。はい。何日ぐらい ?3 日ぐらいですかね。3日か。あ、まあ、今な、こういう時期だからね。そっかそっか。どうだった大阪。そうっすね。いや、大阪はね、やっぱ僕には合わんかったっすわ。なかったですね。なんか変じゃね。変？何がですか？いや大阪だよね。大阪ですね。3日です。3日。どうだった？いやー合わんかったですね。変だよやっぱり。変？どこがですか？なんか変なとこあります？だって大阪行っただけだよね3日ね。3日間大阪ですね。東京の人だよね。そうや。東京生まれです。東京育ちやで。おかしいよ。何がですか？え？なんかおかしいとか、え？言うて僕なんかおかしいとかあります？東京の人だよね。そうや。ご両親も東京。両親も東京やで。おかしいよ。何がですか？え？そんなん言われたらびっくりしますやん。え？かなわんわ、そんなん言われたかて。おかしいよ。え、うそやん。何がおかしいんですか？絶対おかしいよ。何がですか？え？おかしいとこなんもないで、ごっつ普通にしてますやん。言うても、どっかおかしいとこあります？おかしいって。いやいや、そんなん言われても、そのかなわんわ、そんな。完成かぶれ。ありがとうございます。あの、普通にね、なんかちょっと、なんか、せっかくなんで、どうですか、怒らせ方。普通になんかやっぱりこう愛されてるなって感じしません？しますよ。本当に、はい、ファンの方の、うん、噛んじゃった。ファンの方々の本当おかげで、本当におかげさまで、うん、皆さんのおかげでね、うんうん、これだけね愛してね、自分の中でこういろいろね、うん、イマジネーションの中で楽しんでくれてる人がいっぱいいて、うん、本当嬉しい限りですよ、うんね、はい、携われてよかった、幸せだと思います、うん、ありがとうございます、うん違うのこれ。いやいや、そういうことですね。そういうことですよ。うん、でもやっぱここの、なんていうか、YouTube のこのチャンネルにこう、少しずつ集まってきて、はい、こういう配信も、なんかこう、できるようになって、うんうん、なんか、直接ダイレクトにコメントとかで、僕もなんか、やっとここ数ヶ月でそれを感じてるっていうか、あで こういうふうに、お二人も今、直接、ファンの、はい、人と交流できるようになったって感じしますけどね。確かに本当ですね、うん、そう。こういう日が来るとは思ってなかったですもんね。ですよね。はい。ね。はい。確かにそう。うん。うん、
かなりこうブランクっていうか間が空いてますけど、うん、はい、本当に、はい、この名コンビ今宵復活したこの名コンビね、皆さん楽しんでいただけましたでしょうかという感じで、いただけましたかね、うん、もうじゃあ終わっていく感じで大丈夫ですか大丈夫ですかね、うん、こういう終わり方なんです、はいはい、そうそう、なんかね、そうね、手慣れて、うん、そうそう、またどっかで、はい、お会いしましょう、そうですそういう感じ、新作もねできたらいいですけどね、あ、そうですねぜひ協力させていただこうかなと、令和バージョンね、はい、うん、そうですね、はい、これは盛り上げて、せっかく盛り上がってるのでね、はい、いただきます。ですね、じゃあ皆さん、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ストリッツバー。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。中澤かける寺門のまたいいと思います。いや、そんなことない。今日は寺門さん配信ですけど、中澤さんスペシャルゲスト来ていただいて、はい、すみません、お邪魔しちゃって申し訳ない、すみません、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、さよなら、おやすみなさい。